12月26日に控えているスーパーバンタム4団体統一戦、2つのベルトを分け合っているモンスター井上尚弥選手とナイトメアマーロンタパレス選手の一戦は現在世界からも熱視線を浴びています。そんな井上選手の活躍に彼のパウンド4パウンドライバルテレンス・クロフォード選手も注目しているようです。というわけで今回は PFP キングクロフォード選手が語る井上選手をご紹介していきます。最後までついてきてくださいね。クロフォード選手といえば、井上 VS フルトンの4日後に行われたウェルター級4団体統一戦でエロール・スペンス・ジュニア選手と激突。クロフォード選手は計3度ダウン奪うなど終始圧倒し、9ラウンド2分32秒 TKO 勝ちを収め、男子ボクサー史上初2階級の主要4団体王座統一に成功したのです。この偉業によりクロフォード選手は PFP で1位に君臨、自他ともに認める現代最強選手となっています。そんなクロフォード選手は2023年1月に受けたインタビューの中で、話題外の上選手になるとそれに反応、モンスターのことか、彼はいつも素晴らしいファイトを見せてくれるねと高評価。彼は井上選手のポールバトラー戦もネットで観戦していたことも明かし、素晴らしい試合を見せてくれた。ディフェンスに徹する相手に対して臆することなく様々なアクションをしていたね。腕を後ろに回した時は思わず笑ってしまったよ。そこまでやるのかよと話しました。さらに井上はすでに3階級を制覇したんだろう、今後はさらに大きな選手が待ち受けることになるな、それを乗り越えて勝ち続けていけば真の PFP になると思うとコメント。階級を上げるとなると体格の差はハンデにならないのかと問われると、ならないわけではないが、これは仕方がないこと、そのハンデにどう対応するかでまだまだ勝ち続けることができると心強い見解をしてくれていました。最後には、井上の試合は常にチェックをしているし、次の試合は特に非常に楽しみにしている、そして素晴らしいファイトを見せてくれると思うねとコメントしています。しかしながら、井上 VS フルトンを直前に控えた中、7月の自身の公開練習前に、私の予想はフルトン有利だと思うとコメント。 KO か判定決着かはわからないと明言せず、両者にとって厳しい戦いになるとしながらも、フルトンの方が大きく強い男だと思うとフルトンを推していたのです。さらに、大きく強いだけでなくスキルも持っている、多くの人が強さについて語るけれど技術があれば勝つのには十分なんだ、フロイド・メイウェザーはそれを証明している、そしてフルトンは技術に加え体格も持っているんだと、フルトンの方が体格でも技術でも上回っていると分析。またフルトンがベルトアメリカに持ち帰ってくれることを願っている、幸運を願っているよと同じアメリカ人として同胞を応援していると語りました。しかし結果は終始試合を支配した井上選手が8ラウンドに KO で勝利し、見事4階級制覇を達成。これを受け、スペンス選手との試合前、クロフォード選手はマイク・タイソン氏がホストを務めるポッドキャスト番組ホットボクシングウィズメイクタイソンに出演し、タイソン氏から世間ではお前と日本のボクサーのどちらが PFP なのかと議論になっている、お前はクールボーイの試合は見たのかと問われ、全部じゃないけど見たよと回答。さらに、私は同胞であるフルトンのチャレンジを応援していた、彼にとってこれが初の海外、いろいろ不安や心配もあったかと思うが勝ってくれると信じていたと話したクロフォード選手。続けて、エキサイティングな試合だった、井上が実力を見せてくれた、ただただ素晴らしかったよ、なぜ彼が PFP の一人として注目を集めているのかを示した、井上の試合はいつも参考になるとモンスターを称賛していました。そんなクロフォード選手は少し前、井上選手をはじめとした PFP 常連ボクサーに対し不満を漏らしたこともあります。彼は現時点世界で最も権威のあるアメリカのボクシング専門誌ザ・リングが格付けする PFP ランキングにおいて1位となっていますが、以前に3位に位置づけられていた頃にも俺こそがナンバーワンだと言い張っていたのです。何年も前から俺こそが1位だと思っている、ボクシングが熱狂的に好きな人なら俺が1位だと言うと思うな、確かにカネロとか井上はいい試合をしている、そうとは思うけど俺はどうだ、ちゃんとした評価が下せない意味がわからない、ショーン・ポーターやケルブルックの試合を見たか、接戦じゃなく圧倒的に勝ってるだろ、レフェリーストップで勝ち続けているのに正当な評価を下せない意味がわからない、これまでやってきたことを見れば誰が PFP1 位かわかるはずだなとメディアに苦言を呈していました。クロフォード選手が井上選手よりも目の敵にしていたのがカネロことサウル・アルバレス選手。カネロ選手の直近の試合を見たクロフォード選手は、カネロが何か珍しいことをしたか、俺は何も思わない、カネロの相手は過去にも KO 負けしてるし、そんなやつにカネロが KO をしただけで PFP1 位ってどうなってるんだ、なんで俺がやつらよりも1位にふさわしいと考えているのか教えてやりたいなと牙を向いていました。さらに、
現時点で俺を超えた。そんなこと信じるはずがない。こいつらに俺が抜かれた。どうなってるんだと話し、少し前には彼自身が作成した PFP をイギリスメディアに対して発表したことも。1位はもちろんクロフォード選手、そして2位は井上選手、3位にオレクサンドル・ウシク選手、4位にスペンス選手、そして5位にテビン・ヘイニー選手を選出しています。ここで特筆すべきなのは、井上選手に抜かれて不満をあらわにしていたクロフォード選手が、その井上選手を自分の次の2位にランクさせているところでしょう。クロフォード選手も井上選手のモンスターぶりを認めているのです。また井上選手がポール・バトラー選手との4団体統一戦を行う前に防衛戦で KO 勝利を飾ったクロフォード選手は、その試合後井上選手について語りました。もちろん俺は井上を知っているよ。奴は本当にすごいモンスターだ。俺は井上の戦い方が大好きなんだ。試合はいつも見てるし、すごいよな。奴がどんどん大きな試合に勝ち続けていけば、いずれ俺を上回る PFP キングになるだろうとコメントし、期待を寄せていたのです。井上選手の止まらない快進撃を見て、さすがのクロフォード選手も認めざるを得なかったというわけでしょう。一方井上選手は PFP の順位に対して、結果としてついてきているだけの他人が決めたものと興味を示していませんでした。しかし世界的プロモーターであるトップランク社と契約していこう、考えに変化が生まれてきたといいます。トップランクと契約してプロとしてアメリカに挑んでいく上で、自分の商品価値を一番見られるランキングだとここ最近思うようになった。そこは大事にしながら行きたいなと。トップランク社と契約してから少しずつ気持ちは変わってきたと話しています。また映像配信サービスレミノにて公開されたインタビューで、ウェルター級頂上決戦であったクロフォード VS スペンスについて尋ねられると、まあそこはスペンス頑張れと思ってましたけどと切り出し、テレンス・クロフォード選手に2階級4団体統一という史上初の偉業を先取りされてしまったことに悔しさをにじませながら、実力の差がすごくあった試合でクロフォード強いなと思いましたとコメント。その上で、自分はクロフォードと戦う相手ではないので、そういう記録で争っても自分の中では仕方ないのかなと思ってるし、ただあの試合された PFP2 位でもしょうがないかなと潔さを見せました。それでもパウンド4パウンドに対してある程度の意識はあるとしているという井上選手、ただこの位置まで来たら PFP1 位を目指したいなと思います。ただ今のクロフォード抜くのは結構難しいんじゃないかな。でもだからこそそこに関してやりがいも出てくると闘志を燃やしていると言います。こうなるとやはり指摘されるのは、井上選手のスーパーバンタム級無双状態。現在の井上選手の実力からして、この階級にもはや敵はいないのではという流れになるのは自然と言えるでしょう。そこに関しては彼もクロフォードが戦ったスペンスも PFP に入っている選手ですし、そういったところの戦いで勝利したっていうのはクロフォードの評価を上げたと思います。そういうところじゃなくて、自分はパフォーマンスで見せるしかない。やっぱりそういう選手がスーパーバンタム級に不在であればあるだけ、自分は強さを見せていかなければいけないと語っており、自身が置かれている立場を冷静に分析しています。今や世界を股にかけるモンスター井上選手、現在クロフォード選手についてパウンド4パウンドで2位につけていますが、ランキングは未曽有の大混戦となっています。近年は統一戦が世界的に流行になったことで、優れた戦歴を持つボクサーが急増。最も権威があるとされるリングマガジンのパウンド4パウンドでもトップ10のうち5人が2つ以上のタイトルを持つ統一王者なのです。中にはスーパーウェルター級のジャーメル・チャーロ選手、ライトフライ級の寺地健志郎選手、ライトヘビー級のアルツール・ベテルビエフ選手のように複数の世界タイトルを持っていても、トップ10から弾き出されている選手もいるほど。そんなパウンド4パウンドでは、先に紹介したクロフォード選手、井上選手をはじめ、ダニエル・デュボア選手に9ラウンド TKO 勝ちを収めたオレクサンドル・ウシク選手がトップ3として新たに選定されました。井上選手の見事な勝利により、モンスターの1位浮上は確実と思われたのもつかの間、クロフォード選手が世界的に注目を集めたメガファイトで完勝したことで評価が急上昇。フルトン選手、スペンス選手というそれぞれの対戦相手のキャリア戦績を比較して、ここではクロフォードが上という結論になったことに、多くのファンや関係者は納得したのではないでしょうか。それでも最新試合で尋常ではない強さを誇示したクロフォード選手と井上選手の差はごくわずかという意見も根強いと言います。アジアのボクシングに精通するリングマガジンの編集長ダグラス・フィッシャー氏は8月下旬、ポッドキャストザ・
3ノックダウンルールに出演した際、改めてこのように述べています。井上対フルトン戦が終わった後、私は有頂天だった。井上はスーパーバンタム級への転級初戦で多くの無敗選手を下してきた無敗の統一王者をはるかに上回ってしまった。あれこそがパウンド4パウンド王者のあるべき姿だ。スペンスがフルトンよりも PFP の上位にランクされていたのはわかるが、特定の勝ちパターンを持たないスペンスよりフルトンの方が優れたオールラウンドボクサーだった。少数意見なのは分かっているが、私には井上の勝利の方が印象的だった。私の中では今でもモンスターこそが PFP のナンバーワンだ。その上、リングマガジンのランキング選定委員の一人であるアダム・アブラモビッツ氏もクロフォードと井上どちらをトップにしても間違いだとは思わないと記事内で記しており、さらに同選定委員のディエゴ・モリージャ氏は今回はクロフォードが1位でいいと思うが、井上がトップに戻りそこに止まり続けるのはもう時間の問題だと記述しています。12月に予定されているスーパーバンタム級4団体統一戦、井上 VS タパレスでも井上選手が圧倒的勝利を収めれば再びトップに浮上することもあり得るでしょう。現在のパウンド4パウンドトップ争いは非常にハイレベルなものとなっており、選考委員の間で激論が繰り広げられるほど、しばらく時間が経った頃、この激戦はあの時は歴史的なバトルだったとして振り返られるかもしれないというレベルなのです。近い将来、井上選手が再び世界最高のボクサーとして認められるためには、彼自身がコメントしていた通り、次戦では試合内容でアピールしたいところ。井上選手は県 WBA スーパー IBF スーパーバンタム級王者のマーロン・タパレス選手と4冠戦を行うことが確実視されています。昨年12月、バンタム級の4冠王者になったのに続き、たった1年で2階級目の4団体統一王者となれば大変な快挙です。対戦相手である31歳のタパレス選手はバンタム級スーパーバンタム級の2階級を制し、37勝3敗という戦績を積み上げてきた実力者。4月にはそれまで無敗だったムロジョン・アフマダリエフ選手を際どいに対1の判定で下し、大番狂わせでスーパーバンタム級の2冠を獲得してきています。もっとも2019年にはニューヨークで岩佐良介選手に11ラウンド KO 負けを喫した経験もあるタパレス選手。そのためスペンス選手のようなエリートレベルの王者と見られているわけではなく、怪物相手に勝機があると考えている関係者はほとんどいないと言えるでしょう。これも井上選手の力量に対する信頼の表れですが、井上選手がたとえフルトン戦のように豪快な勝ち方をしたとしても、それほど圧倒的な評価は得られないかもしれません。タパレス選手との統一戦であっても、今の井上選手なら勝って当然だと思われているのも仕方ないでしょう。そうなってくると、井上選手がトップに浮上するかどうかは現1位のクロフォード選手の今後に委ねられる部分も大きいと見る見解もあります。実際クロフォード選手とのメガファイトに惨敗したスペンス選手が再戦条項の行使を決めたというニュースが9月初旬に流れました。敗者がリマッチ挙行を選択できる条項は両者の第一戦の契約に織り込まれており、クロフォード VS スペンス2は順当ならば年末か年明けにも挙行されるとされています。両者の初戦はあまりにもワンサイドだっただけに魅力の乏しいリマッチに思えるものの、原病区が伝えられたスペンスが希望するスーパーウェルター級での開催となれば新たな興味は生まれてきます。しかしそれでもクロフォード選手が敗れることはなかなか想像できませんよね。そんな中でも再戦では1戦目のようなワンサイドにはならないと指摘する声も。フィラデルフィアに本拠を置くトレーナーでボクシングシンス .com でコラムを連載するスティーブン・エドワーズ氏は、スペンスとの初戦でのクロフォードはパーフェクトファイトを見せた、あのレベルの完璧な戦いを二度続けるのは簡単ではない、過去にはフューリーもワイルダーとの第2戦での戦いは見事だったが第3戦では同様ではなかった、信じられないかもしれないがスペンスはクロフォードとの差を詰められると思うと述べています。エドワーズ氏が例に挙げたのはタイソン・フューリー選手とデオンテイ・ワイルダー選手のヘビー級ライバルシリーズ。その第2戦ではフューリー選手が2度のダウンを奪って7ラウンド KO と圧勝、再戦条項によって第3戦が決まった際には虚構の必要はない、もう格付けは済んだと酷評されました。ところがその第3戦では全てをかけて臨んだワイルダー選手が2度のダウンを奪う健闘を見せ、ラスベガスに集まったファンを熱狂させます。最終的には3度ダウンを仕返したフューリー選手が11ラウンド KO で勝利したものの、この試合は近年のヘビー級戦では最高級の名勝負となったのでした。スペンス選手にはワイルダー選手のような一発の破壊力はないこともあって、このレートにいたことがクロフォード VS スペンスの第2戦で起こるとは考えがたいと言えます。とはいえ初戦でのクロフォード選手の仕上がりと集中力は確かに過去に見ないレベルでした。普段はスロースターターで知られるクロフォード選手が序盤から主導権を握り、全く隙がありませんでした。再戦に同じようなモチベーションで臨み、同じだけのパーフェクトファイトを展開できる保証がないのは
事実かもしれませんね。そんな中、先日 IBF がクロフォード選手の王座を剥奪することが明らかに。その理由を、7月に勝利した前3団体統一王者スペンス選手との再戦条項があり、暫定王者との団体内統一戦ができないためとしました。アメリカの専門メディアボクシングシーン .com は、テレンス・クロフォードが IBF ベルトを剥奪される、ジャロン・エニスが正規王者に、との見出しで記事を掲載。クロフォードはもう4団体統一王者ではないとし、次のように報じました。タイトル防衛義務を果たせないため IBF が王座を剥奪したこと、ボクシングシーン .com は確認した。無敗の世界3階級制覇王者は IBF の暫定王者ジャロン・エニスとのタイトル防衛戦をしなければいけなかったが、今回に倒したエロール・スペンス・ジュニアとの契約に再戦条項があるため、 IBF の交渉条件に従うことができない。チャンピオンは各団体の指名試合の義務を果たす必要があり、統一王者はそれぞれの王座を保持するのは難しいとされています。記事によると、 IBF のスポークスパーソンは同メディアに対しこのように語ったといいます。8月25日に IBF は TBC プロモーションズに対し、クロフォードが暫定王者のエニスとの交渉を始めるように手紙を送った。交渉は9月24日までに終えることになっていた。9月22日に IBF はクロフォードの代表を務めるハリソン・ホワイトマンからメールを受信。スペンス・クロフォード戦にはダイレクトリマッチの合意条項が含まれ、それをスペンスがすでに施行したことが示されていた。そのためクロフォードはエニスと交渉することはできない。この流れにアメリカスポーツ専門局 ESPN のマイク・コッピンガー記者が X で反応。クロフォードは4団体統一王者か、またはそうでなくなったとしてもウェルター級に残ったと切り出し、そしてブーツ・エニスは誰にも謝罪すべきではない、彼はこのチャンスに値するし、ビッグファイトに臨むべきだ、問題なのは制裁する組織のやり方だと、正規王座昇格のエニス選手と現体制について持論を述べました。続けた投稿では、スペンスが2度の異なる重傷を負っている間、IBF が暫定的なチャンピオンを出さなかった理由が説明されていないと指摘。 IBF は他の全てと同様にやっていくにつれてルールを作り上げているとし、このよう続けました。ブーツはタイトル獲得のチャンスがあり、それに値する、そういう問題ではない。疑問は、なぜ IBF はスペンスには5年半以内に指名試合をすることを許可したのに、クロフォードがタイトルを勝ち得るとすぐに突然指名試合の期限が来てしまったのかだ。 IBF 会長のダリル・ピープルズはコメントを求めるメッセージに返答しなかった。これがまさに4団体統一王者が非常に過大評価され一時的なものになり得る理由だ。素晴らしい成果だが、クロフォードが4団体統一王者の地位を剥奪されたからといって彼らがその階級のチャンピオンに劣るわけではない。もう全てのベルトを捨ててしまえ、予期せぬベルト剥奪を被ってしまったクロフォード選手ですが、コッピンガー記者が指摘するように、彼の功績が消えてしまうわけではありません。現在36歳とキャリアは最終盤に差し掛かっていますが、これからも井上選手の PFP ライバルとして立ちはだかることでしょう。いかがだったでしょうか。今回はクロフォード選手が語る井上選手を中心にお送りしてきました。あの PFP キングも評価するモンスター、我らが井上選手は再び1位の座を獲得することはできるのでしょうか。期待したいところですね。チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう1本私の動画を見ていってくださる。ボクシング界の至宝モンスター井上尚弥選手、これまで多くの実力者が彼と対峙し、くしくもキャンバスに沈められてきました。そんな中、最近になって2014年にモンスターに敗れたオマール・ナルバエス選手が改めてこの井上戦を振り返ったといいます。というわけで、今回は絶対王者と呼ばれたナルバエス選手が語った井上選手をご紹介いたします。最後までついてきてくださいね。2014年4月、日本人男子最速となるプロ入り6戦目での世界王座獲得に成功した井上選手、さらに同年9月には防衛に成功し、その後減量区の影響で階級をアップ。1階級上のフライ級でも減量が厳しいため、2階級上のスーパーフライ級への転向を視野に入れつつ、12月30日に予定している大橋ジムとフジテレビの主催興行での世界王座挑戦を目指して陣営の交渉が行われたといいます。まず当時の WBA 世界スーパーフライ級で後に対戦することとなる河野航平選手への挑戦を正式に申し入れしたものの、河野選手の試合が指名試合になる可能性があることに加え、河野選手が所属する渡辺ボクシングジムは2011年以来毎年12月31日にテレビ東京放送の下で大晦日興行を開催しており、河野選手もすでに大晦日に防衛戦を行うことが内定していたため、この交渉は決裂。その後、大橋ジムからマッチメイクを依頼された城小泉氏が WBA 世界フライ級王者ファンカルロス・レベコ選手との対戦を交渉。しかしレベコ選手は10月31日に暫定王者との統一戦が決まっており、年末に向けての本格的な交渉を始めるにはこの試合で怪我を負うことなく防衛することが条件であり、
年末まで残された時間も短い状況だったそう。その際、レベコ選手のマネージャーが同じアルゼンチン人である WBO 世界スーパーフライ級王者、ナルバエス選手のマネージャーも兼任していたことが明らかに。そのため、陣営は両者のどちらかへの挑戦を見据えて交渉を行い、レベコ選手が左腕上腕の筋肉を裂傷して統一戦が延期されたことが決定打となり、ナルバエス選手への挑戦が決定したのです。井上選手の所属ジムの会長大橋秀幸氏はこのナルバエス戦の時のマッチメイクに関して次のように述べています。あの時は最初2階級上げるつもりはなくて、1階級上げてフライ級で WBA 王者のフアンカルロス・レベコに挑戦する話がついていたんです。ただレベコは試合間隔が短く、もし前の試合で怪我をしてしまったら日本に来ることができなくなるかもしれない。そういう状況でアルゼンチン側から同胞のナルバエスなら確実だという連絡が入りました。ナルバエスはナオヤの2階級上のスーパーフライ級です。名王者だとは知っていましたが、映像も見ていないし断ろうかと思っていました。それで一応ナオヤに聞いてみたら、2つ返事でやります、自信ありますって言うんですよ。びっくりしたんですけど、だったらやってみようということになりました。1階級飛び越えてのスーパーフライ級転向は大橋会長ではなく井上選手本人たっての希望だったのです。あれは直哉が自分で決めたんです。結果的に大正解でしたと話した大橋会長。ご存知の通り、この試合でモンスターの伝説は幕を開けるのです。ナルバエス選手はここまで WBO 世界フライ級と WBO 世界スーパーフライ級の2つのタイトルを獲得し、さらにフライ級スーパーフライ級と2つの階級でそれぞれ10回以上防衛という凄まじい記録を保持していました。 WBO 世界スーパーフライ級の王座に関しては、井上選手とするまで驚異の11度の防衛に成功。井上選手と対戦した当時は43勝1敗2分けの戦績で、その1敗もあののニトドネア選手に判定負けで敗れたのに、それも全盛期のドネア選手と12ラウンドを戦い抜き、致命的なパンチは1つももらうことはありませんでした。あ、まあプロ通してダウン経験はなく、スーパーフライ級以下では14年間無敗の絶対王者だったのです。当時の井上選手にとっては間違いなく当時生涯最強の相手。現に井上選手自身も試合前には観客からのブーイング覚悟で、 KO は捨てて判定でもいいから勝ちに行かないと勝負にならない相手とここ一番の警戒姿勢を見せていました。来日したナルバエス選手は自身のコンディションを上げることに全力を注ぎ、午前中と午後の2回横浜市内の大橋ジムで練習に励みました。クリスマスイブに行われた公開練習ではシャドーボクシングだけで煙を巻き、報道陣から井上が大差で判定勝ちしたいと発言していますかと問われると、それはとても難しいことだろうと笑みで返したといいます。その日の興行は3つの世界戦が組まれた豪華なラインナップでした。ナルバエス選手の弟ネストル選手もリングに上がり、井上選手の弟拓磨選手と対戦。この試合はフルマークで拓磨選手の勝利となりました。そして迎えたメインイベント、ナルバエス選手は息子のジュニアと共に入場ゲートに上がります。試合開始を告げるゴングが鳴り、井上選手のジャブ軽い左フックが飛んできます。左構えのナルバエス選手はガードを上げ、右腕で弾いたかに見えましたが、彼の心の中で衝撃が走ったそう。一発目のジャブをもらった時、他のボクサーと違うなと感じた。グローブをはめていないのではという硬さというのか、何か硬いもので殴られたような感覚というのか、過去に戦った誰とも異なるパンチの質だったんだと振り返っています。さらに開始早々から積極的に前へ出てくる井上選手、20秒も経たないうちに右ボディ左フックが伸び、続けて右ストレート左フック、手数が多い井上選手に対しナルバエス選手はガードを固めてブロッキングで対応し、負けじと左ストレートで応戦します。その直後、井上選手の右のオーバーハンドを放ちます。ナルバエス選手はしっかりと反応し両腕を上げたものの、井上選手の右はガードの内側に入りおでこに被弾。ナルバエス選手はこの時のことをブロックしようとしたら思っていた軌道と違ったんだ、パンチが外側から来ると思ったら角度が変わってガードの内側に入ってきた、フックの軌道がストレートに変わったような感じだった、おでこに違和感はあるけど大きなダメージではないなと思ったんだとか以降。その後モンスターからもう一度右のオーバーハンドが放たれました。ですが同じ手は二度食らわないとばかりにガードを前に集中させるナルバエス選手、しかしあまりのパワーと先ほどのダメージでガードもろとも吹っ飛ばされキャンバスに倒れ込んだのです。ナルバエス選手は井上の2度目の右は一発目と異なっていた、それを食らって足がガクガクした、本当に異様な感覚だったんだと語り、その驚きを明かしています。後日テレビ番組に出演した井上選手はこの初めのダウンについて、この倒した瞬間がゾーン1秒にコマが何コマもあるような過去最高のパフォーマンスができた試合だったと自画自賛の様子でした。また最初に強いパンチを打って、そこから相手に警戒させるのが作戦でしたとも語っている井上選手、警戒させるための一撃が警戒どころかダウンを奪う強烈なダメージブローに変わってしまったのです。これには2
2つの理由があったといいます。1つは地獄の幻病から解放され階級を一気に2つ上げたことによる格段のパワーアップ。井上選手自身もパンチへの体重の乗り方がライトフライの時は全然違っていたと明かしています。そして2つ目が父であり専属トレーナーである慎吾氏がビデオ解析を繰り返しながら修正させたパンチの角度にありました。これまでの少しガードの外から打ち込むパンチから練習でインサイドから打てるように変化させたことで改良されパワーアップした右へと変貌したのです。しかしまだナルバエス選手も戦えるスタミナは残っています。守りに徹することを止めジャブをヘッドスリップでかわし左のカウンターで反撃に出ます。一方勢いに乗って前に出てくる井上選手、ダッキングで動きを封じようとしますが井上選手の上へのフェイントからの右アッパーを軽く受けてしまいます。その後井上選手はコーナーに追い込み今度はテンプルをかすめるような左フックで2度目のダウンを奪います。かするパンチでも一発一発凄まじい威力を感じたというナルバエス選手、しかしやはり耐久力のある絶対王者は再び立ち上がった後華麗なフットワークで猛攻を防ぎます。井上選手曰くナルバエスのパンチはまだ死んでいなかったと話しています。チャンピオンとしてのプライドがナルバエス選手を突き動かしているのです。1ラウンド終了間際にも強打を浴びましたが王者は耐えしのぎました。しかしこの日の井上選手の勢いは止まりません。劣勢状態を挽回したい絶対王者はそれまでの左ストレートからの攻撃から一転この時は定評のある右フックから左ストレートのコンビネーションで仕掛けてきます。ですが右フックのモーションがやや大きく出たところモンスターは見逃しませんでした。この右フックをスウェーで回避そこに左フックでカウンターを合わせたのです。これで3度目のダウンを取られたチャンピオン、このシーンを見て大橋ジムの初代世界チャンピオンである元 WBC 世界 S フライ級王者の川島勝重氏はあれは練習を積んでもできないパンチ、特にサウスポーの見えにくいパンチを外してそこにカウンターを合わせるのだからとんでもない才能だと驚いていました。それでもナルバエス選手は意地で立ち上がりました。再開後井上選手はジャブを顔面に集中、意識を上に上げてボディが空く隙を狙っています。左フックのフェイントから右フックのコンビネーションが放ち完全に防戦一方の展開になるナルバエス選手、なんとか抵抗するため苦し紛れにストレートを放ちますがそれも簡単に見切られ返り討ちにあってしまいます。鉄壁と呼ばれたガードも突破され近ければ先ほどのようなカウンターを食らい、ディフェンスに専念してもジャブを有効に使われボディを削られる、もはやこの時の王者に打つ手はなかったのです。そしてこの試合4度目のダウンにより立ち上がることができなかったナルバエス選手、彼はこの瞬間について最後はもうこれ以上続けても無理だなという諦めだった、なので続けなかった、立てたけどもうダメージを食らうだけだという判断だった、井上と私の間に大きな差を感じたんだよとしみじみと語りました。衝撃の結末にセコンド陣は混乱、試合を放送したアルゼンチンのテレビもナルバエスはこれまでの全キャリアで食らったパンチよりも深いダメージを井上との2ラウンドで被ってしまったと解説し、試合終了の瞬間進行役が井上と絶叫したほどでした。そしてナルバエス陣営はとあるクレームを井上陣営にぶつけます。王者があんな倒れ方をするはずがない、グローブに鉛か何かを入れているんだろう、今すぐに確認させろ、普通なら醜い負け惜しみでしかないと思いますが、ダウン経験のない王者ナルバエス選手がたった2ラウンドで4度も倒れるというまさかの光景を目にした陣営がそう思ってしまうのもわかる気がしますよね。大橋会長が井上選手のグローブをその場で外し相手に確認させ、どうなんだと聞くとナルバエス選手のトレーナーは苦笑いを浮かべ、グレートなニューチャンプだと一言返したそうです。弟のネストル選手も実際にグローブの中を見せてもらったら何も問題なかった、普通のバンデージだったよ、兄が何度も倒されてチーム全体がびっくりしたし、そういった行動になってしまった、直也はモンスター、怒ったことは本当なんだなと受け入れるしかなかったなと振り返っています。試合後ナルバエス選手は、私のコンディションは良かったし調整もきちんとしていたが1ラウンドの一発目から効いてしまいパンチ力に驚いた、本当に超ストロングなパンチだった、もっと上の階級のパンチ力だったしパンチが速すぎて見えなかった、気力ではなく体が限界だった、井上はノニトドネアよりも強かった、私を任し驚かせた、彼はまだ21歳、大きな未来が待っている、歴史的なチャンピオンになれると思うとコメント。リング上では9歳の息子ジュニアが泣きじゃくっていました。試合前、負けることなんて誰も考えないよ、それが分かっていたら息子を連れてくることはなかった、もちろんいつか負ける時が来る、だけどそれがこの試合とは思わなかったと明かすナルバエス選手、彼は35歳を過ぎたあたりから心のどこかでいつか適正階級で負ける時が来ると覚悟していたと言います。永遠に勝ち続けることはないんだよ、いずれ誰かが私に勝つというのは分かっていた、私が王座を失う時判定負けはないだろう、試合の駆け引き技術の攻防では負けない、だって経験があるからね、だから負けるとしたら
こういった試合、打たれて潰されるような試合しかないと思っていた。それが起きたんだな。井上は2階級下の選手だろう。だからスピードはあるが、パワーはないと思っていたんだ。だけど、逆だった。ビシビシとパワーが伝わってきた。一気に2階級上げた選手にパワーがあるなんて驚きだよ。試合を決定づけたのは彼のパンチの強さだと思う。最初にダウンした時は、まだ彼のパワーを信じていなかった。でも結局のところ、最初に頭に食らった右の一発目が効いていたんだな。あれが全てだよ。このようにモンスターとの激闘を語ったナルバエス選手。その後10月後に再起し、WBO インターナショナル王座を獲得。井上選手とは再戦できる契約があり、日本では2016年秋に実現かと報道されました。実際、井上選手が2度目の防衛に成功した後、大橋会長は次の防衛戦はナルバエスになる、と明言。だが、ナルバエス陣営は再戦の契約を行使しませんでした。ナルバエス選手はこの決断について、もう実力的に井上に勝つのは不可能だと判断したんだ。再戦をしたとして自分は40歳。井上には勢いがあるし、さらに差がついている。初戦よりもひどい負け方をするだろう。だから自分の中でリマッチは考えられなかった、としています。その後、彼はバンタム級に上げ、IBF ラテンアメリカ王座を獲得。2018年には WBO 世界バンタム級王者のゾラニテテ選手に挑み、判定負け。再び IBF バンタム級のラテンアメリカ王座を獲得したものの、2019年にパブロ・アリエル・ゴメス戦で陥落することになります。この試合を最後に引退することを決意しました。この時ナルバエス選手は44歳。戦績は55戦49勝25 KO 4敗2分け。KO 負けは井上戦のみで、ダウンを喫したのも井上戦の4回だけだったのです。井上選手本人は試合後、2回で KO なんて考えてもしなかった。ブロックも硬かったし、キャリアでやられるんじゃないかといういろいろなプレッシャーもあった。でも減量から解放され、試合前からワクワクして楽しかった。これぞボクシングだと思った。と振り返り、腰に円磁色の WBO ベルトを巻いて勝利会見に臨んだ井上選手は、重いし斬新な感じでかっこいい。と、綺麗な顔をして笑っていたといいます。母の美穂さんは、これまでとは全然違いました。私も楽でした。家で喋りましたから。と明かしています。ライトフライ級時代の井上選手は、試合が近づくと、自宅の2階にある自室に閉じこもり、ほとんど部屋から出てこなかったそう。口が乾き言葉を発することにも疲れていました。ところが階級を上げた今回は、減量から解放され、絶食の時期に、納豆ご飯をお茶碗にたった1杯でしたが食べることができました。家の中での行動範囲も広がり、ストレスからも解放されたのです。また父の慎吾氏は、これまではせっかく作った筋肉を全部減量で削ぎ落としていた。ライトフライ級でできる限りのベストの状態は作ってきたが、スパーリングの強さをそのままリングで表現できたかといえばそうではない。今回は、フィジカルに時間をかけて約3キロの増量を筋肉にしようと取り組んだ。明らかに、パワーもパンチの質も変わってきた。鉛のようなパンチができた。これまで減量で出せなかったものを出せるようになった。と話しています。眠っていた怪物のパワーが、ついに目覚めた瞬間だったのです。しかしながら、この大勝利の代償に、井上選手は拳を負傷。後日受けた精密検査の結果は、手首と手の甲をつなぐ右手中指骨の脱臼でした。それでも、医師が勧める手術を即決することはできなかったといいます。井上選手は当時を、ごまかしながら、どうにか1試合できないかという考えが捨てきれず、すぐには手術に踏み切れませんでした。ナルバエス戦の勝ち方でせっかく期待が高まっているのに、手術をしたら1年試合ができない。当時は、まだまだ世間の評価も絶対ではなかったですし、あの試合がまぐれなのかとか、安定した目では見られていませんでした。だからこそ、次の試合が大事という思いが強かったんです。と振り返っています。3ヶ月悩み抜き、井上選手は完治の道を選択。2015年、初めて拳にメスを入れました。6歳でボクシングを始めてから初の長期ブランクとなりました。ナルバエス戦から1年後、WBO 世界スーパーフライ級1位のアーリトパレナス選手を2ラウンドで破り、完全復活を果たしたモンスター。井上選手、その後も圧倒的な強さを誇ってタイトルを防衛し、バンタム級へ階級を上げてからはパウンド4パウンドで1位に輝き、アジア人初の主要4団体統一にも成功。今年7月のスティーブン・フルトン戦でも無敗の2団体統一王者に圧勝し、改めて世界に存在感を示したことは記憶に新しいですよね。そして今年の12月には、2階級での4団体統一をかけた試合を控えています。一方のナルバエス選手はグローブを吊るすと同時に、アルゼンチンのジュニア世代、ユース世代のナショナルコーチに就任。現在は各地で講習会を開き、構え方やジャブ、ワンツーといった基礎から拳への力の伝え方、重心の位置など高度な技術までボクシング理論を教えているといいます。もちろん、息子であるジュニアには付きっきりで指導を行っており、現役生活を終えても、ボクシングへの情熱は衰えていません。ナルバエス選手は、このスポーツが好きだし、自分を磨いて、チャレンジすることが好き。それとともに、頑張っている子を見るのがすごく好きなんだ。才能がある子より、一生懸命頑張っている子に惹かれるね。センスはあるけど、
情熱がないボクサーをたくさん見てきた。そういうボクサーは長続きせずに消えていった。やはり情熱が一番だよ。熱い若者をサポートしていきたいね。自分の周りをチャンピオンで埋め尽くしたい。選手を育成してたくさん王者を作れたら、ただ単にボクシングを学んだだけでなく、学んだことを伝えられたことになる。アルゼンチンではそういう人はいないからね。この国でもボクシングが少しずつ認められるようになってきたんだ。以前はボクサーといえば不良とか野蛮なイメージばかりだった。そういう世間の意識を少しは変えられたかな。まだ途中段階なので、ボクシング界のためこれからもっと頑張っていきたいと話しています。いかがだったでしょうか。今回はかつての絶対王者ナルバエス選手が語った井上選手をご紹介してきました。2014年に巻き起こったまさかの KO 劇、それは我らがモンスターが覚醒した瞬間でした。皆さんはどう感じましたか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しい。なしで突き進んできたモンスター井上尚弥選手、無敗のまま4階級を制覇したのは日本史上初の快挙となりました。多くの関係者から称賛を浴びせられる彼ですが、今回は元 WBA 世界ミドル級スーパー王者として名を馳せた村田亮太氏が明かす井上選手をご紹介していきます。最後までついてきてくださいね。2023年7月に行われた世紀の一戦、井上尚弥 VS スティーブン・フルトン。試合前、村田氏は井上選手の唯一の心配な点について、長いラウンドの展開になった時だと指摘。自分よりも大きな相手と揉み合ったりすると今までにない疲労をしてくると思うので、未体験のところ気になるだけで、あとは心配するところはありませんと未知の部分で気になる点を挙げていました。 WBC&WBO 世界スーパーバンタム級2団体統一として行われたこの試合は、井上選手が8ラウンドに左ボディーからの右ストレートで大きくフルトン選手をぐらつかせると、追撃の左フックで初のダウンを奪い、立ち上がったフルトン選手に猛攻を仕掛けると、レフェリーが試合をストップしました。この試合を解説した村田氏は、新階級でも異次元の強さを見せた井上選手の強さについて語っています。試合後に村田氏は、勝つべくして勝った。パワーで勝る井上選手がプレッシャーかけ続ける中で、フルトンも持ち前の反応力でしっかり対応していく、いい試合でしたと振り返った上で、その中でフルトンが疲弊する中で井上選手の右ストレートが当たって、勝つべくして勝ったと思います。実力を2人とも出し切った上で、総合力の差で井上選手が勝ったと思いますと称賛し、敗れたフルトン選手に対しても、フルトンがここまで強いと思っていなかったので、生で見て強くてうまいなと思いましたとねぎらっていました。村田氏は別のインタビューでも、開口一番パワーの差が明らかでした。相手は戦いにくいチャンピオンでしたが、非力なパンチでは怖くない。直哉のパワーがあれば判定までもつれることはないだろうと思っていましたとコメント。8ラウンド KO という結果について、早ければ2、3ラウンド、もって4、5ラウンドで終わると思っていました。でもフルトンは避けるのがうまかったり、チャンピオンになるだけの技術を持っていました。直哉は7ラウンドで少し劣勢になりましたが、その直後8ラウンドで倒しきりました。ボクシングセンスは魅力の一つでしょうと話し、井上選手の KO 勝利を称えていました。また村田氏は井上選手の強みについて、軽量級でありながら一発で終わらせる能力がある、一発があるからこそできるボクシングで、他の選手が持っていない武器ですねと語りました。重量級に比べ軽量級での KO は少なく、体重が軽ければパンチの威力は落ちるというのが一般的ですが、その常識が通じないのがモンスター。村田氏はパンチ力はもちろん、コンビネーションやスピード、勝負感も持っていると話し、総合力が高いボクサーと評価します。フルトン戦でも井上選手のパンチ力だけでなく、前半はジャブの駆け引きで相手を誘い込むなど、レベルの高いボクシングを展開。階級を上げたばかりでパワー不足も懸念されていましたが、王者を KO で下したことで、この階級でも十分に戦えると証明できたでしょう。フェザー級ではまだ分かりませんが、スーパーバンタム級なら足りないものはないでしょう。余裕でパンチ力も通じますし、他の選手たちが非力に見えますと村田氏は語ります。スーパーバンタム級に上げたばかりですが、すでにライバル不在が取り沙汰されている井上選手、年内に同級に団体統一王者のマーロン・タパレス選手との試合が決定しています。この井上 VS タパレスに関して村田氏は、今はちょっとタレント不足ですね、タパレスでは力不足です、強すぎるがゆえにライバルが見つからないのがもったいないところですとコメント。フルトン戦が終わった直後も、彼は日本のリングが一番お金になる、アメリカンドリームと言われますが、ジャパニーズドリームですね、井上選手と対戦してビッグマネーをもらえたらこれ以上美味しいことはないと指摘し、本場アメリカの舞台でも活躍した村田氏ならではの分析を披露しました。しかしながら
タパレス選手は日本で世界戦を幾度も行っている選手。村田氏はタパレスと言われるとテンション上がらない感じですけど、これだけ強すぎるならフェザーに上げると面白くなりますね、と早くも5階級制覇に期待を寄せました。そんな村田氏は、井上選手と対抗できる選手はいるのかという問いに対し、今のバンタム級やスーパーバンタム級ではいないでしょう。ですが、もし山中慎介さんがバンタム級のピークの時に戦っていたら、面白い試合になったかもしれません。山中さんも一撃で終わらせる能力を持っていますから、と持論を展開。確かにバンタム級王座を12回も防衛した山中慎介氏との対決は非常に興味深いと考えるファンも多いのではないでしょうか。現役選手ではライバルはいない。それほど今の井上選手は圧倒的な存在なのです。村田氏は、井上選手がアメリカラスベガスで豪快に勝利を飾った際にも井上選手を絶賛していました。井上 VS モロニーの生中継にゲスト出演した村田氏は、井上選手のフィニッシュブローに一撃のパンチ力が全く違った、誰もが納得するパンチと評していました。さらに、軽量級は体全体を使ったパンチの打ち方、その連動性が上手い選手はパンチ力があると分析。そして、コロナ禍の中で1年ぶりには見えないパフォーマンスを見せてくれたと褒めちぎっていました。井上選手とは高校生の頃から親交があるという村田氏、いろいろ不安材料もあった中でも、なおちゃんは強い、向上心の強い子だった、それが続いている、基礎がしっかりしていないと才能も開かない、井上ファミリーは基礎がしっかりしている、と感心しきりでした。2022年に行われた井上 VS ドネア2の試合後も、村田氏は、モロニ脳に直撃しているパンチだった、打ちに行っているのが見えてない感じ、ラウンドの終了の間際、2ラウンド目の井上選手の詰め方、そこの良さも含めて、あの一撃、起こるべくして起こった2ラウンドの KO、井上選手の実力が思う存分に発揮できた試合だった、と称賛。1ラウンド終了間際、井上選手の強烈な右がドネア選手のこめかみ付近に入ってダウンを奪った場面についてうなっていました。そんな村田氏といえば、オリンピック金メダルとプロ世界チャンピオンの両方を達成した初の日本人ボクサー。2017年に日本人として竹原慎二氏以来、22年ぶり2人目のミドル級世界王者に輝きました。彼の引退試合となったゲンナジー・ゴロフキン選手と2団体王座統一戦は大きな話題となりました。村田氏は9ラウンド途中TKO で敗れ、惜しくも王座から陥落。井上選手はこの試合会場でゲスト解説として生観戦していました。そこで試合について感想を求められると、今日の試合で村田さんの覚悟を見ました、打っても打ち返すので、ゴロフキン選手も村田さんの打たれ強さにびっくりした表情もありました。前半村田さんの右ボディが良い感じで来ていましたが、終盤からそのボディが出なくなったのか出せなかったのか、続けていたらもっと展開は変わっていたのかなと思います。ボディ攻撃は重要な作戦だったと想像できるので、それに尽きると思います。村田さんも大きいですが、ゴロフキン選手の体も非常に大きく、舐めてはきていないなと感じました。強弱をつける多彩なパンチを出すゴロフキン選手に、村田さんも回を追うごとに対応をしきれなくなっていたように見えました。ただし、村田さんに2年4ヶ月のブランクは一切感じなかったので、まだまだやれると思います。この試合で十分にパワーをもらいました。このスーパーファイトを見ることができてよかったです、と振り返りました。また村田さんと初めて出会ったのは自分が高校2年の時でした。先に村田さんから話しかけてくれました。本格的に話すようになったのは高校3年の夏頃からです。年齢は少し離れていますが、ナショナルチーム合宿などで自分から話しかけることもありましたし、本当に気さくで可愛がってもらっていました。川内さんと村田さんがリーダーシップを取っていて、自分にとって本当にお兄さん的な存在でした。特に記憶に残っている村田さんとの思い出があります。ロンドン五輪予選も兼ねていた11年の世界選手権3回戦で、自分はキューバ選手と試合をしました。試合終了直後は自分も勝ったと思える内容でした。五輪出場権のかかった大事な試合でしたが、結果は判定負けでした。落ち込んで宿泊先に戻ると、村田さんに試合が終わった時によっしゃ勝ったと思ったと声をかけられたこと、今でもよく覚えています。あの言葉で手の届かないところではない紙一重の世界なんだと感じましたし、今でも印象に残っています。自分は18歳で五輪ではなくプロの道を選択しましたが、村田さんは五輪で金メダルを獲得し、プロでも世界王者になりました。本当に簡単なことではないと思います。村田さんはプロとアマを通じて日本人離れしたパワーで勝ち抜いてきたという印象です。今でもフィジカルはミドル級で世界トップクラスだと思っています、と語りました。またゴロフキン選手が試合後に自身が着ていたガウンを村田選手に着させたことに対し、試合を通して村田さんの実力を踏まえ、全てをリング上でゴロフキンは知れたと思う、と王者が王者を認めた証だと話しています。そんな井上選手はテレンス・クロフォード選手に次ぐ史上2人目となる2階級4団体統一がかかった試合を控えています。村田氏は、
タパレスでは力不足、スーパーバンタム級には相手がいないと言い切っていましたが、井上選手はタパレス選手の印象について、そんなに試合を見たことはなかったと明かした上で、ゴリゴリのファイターよりのファイターというも果敢なボクサーだと例えました。ところが念願のタイトルマッチが決まり、改めてタパレスの試合映像を見返すと印象はすごく変わった。状態の柔らかさ、ディフェンスの良さ、思った以上に技術の高い選手、時計界を強めている様子。所属ジムの大橋秀幸会長も、直哉と一緒でだいぶ印象が変わったと同調。昔と今のタパレスは全くの別人、今は強くなってすごく上手くなっていると侮れない相手であることを強調しました。その上で、ものすごく大きな試合、この試合で2階級4団体統一がかかる、そんな試合でも圧倒的な強さを見せて勝ちたい、見ていただく方には KO 決着をお見せしたいと高らかに宣言した上で、2階級4団体統一は日本だけではなく世界における偉業だと思っています。史上2人目の試合になるので、この先日本人がたどり着けない場所まで行きたい、結果を出したいと思いますと意気込みを語りました。また井上選手は4団体統一戦が決まった瞬間の気持ちを尋ねられると、決まった瞬間は7月25日に僕が勝利した瞬間なのかな、なのであの試合に勝った一時のほっとした安心感と、すでにそこでタパレスがリング上に上がってきて次戦が約束されている瞬間は気が抜けないなという感覚ではあったとコメント。またフルトン戦ではしなかった KO 宣言の理由に関して、タパレスのスタイルを見る限りそういう決着になっていくのかなという自分の予想。フルトン戦前にそういう発言をしなかったというのは、フルトンのスタイルも考え、初めてのスーパーバンタムでも戦いというのもあり、そこは自分の中のマインドとして判定で勝つという気持ちでいたから、手応えもあったし、フルトンはフェザーよりのスーパーバンタムの選手だったということもある。タパレスに関しては、タパレスも下の階級から上げてきた選手で、それは自分と同じところだと思うので、今回はそういったところを気にするわけじゃなく、タパレスように準備するボクシングをしっかりと当てはめていきたいと思っているとしました。加えて今回も記録ありきの試合ではなくて、本当に強い相手と戦いたいという思いでこの試合を組んでもらった。それを証明するというのは、日本のベルトをまとめるというのが手っ取り早い。記録を前面に押し出して戦うんじゃなくて、自分がどんなパフォーマンスをできるか、どこまで強くなれるのか、そんなところを追い求めていきたい。4本のベルトで証明するというよりも、試合内容で見せたいと熱い思いも吐露しました。しかしながら村田氏を含め、世間では楽勝ムードが漂い、さらにはスーパーバンタム級的なしの状態となっているのもまた事実。そこに関して井上選手は、周りの方がタパレスを評価する以上に、自分は本当ですよ、本当にそうですよ、本当に危機感を感じる、パワーパンチャーではあるし、独特のタイミングで殴ってくるところもあるので、その中で危機感を感じながらできているのかなと。強いのとスーパーバンタム級で実績を出しているのはまたちょっと違うと思っていて、強さで言えばタパレスの方が強さという部分ではあると思う。フルトンに関してはうまさで勝ってきた選手なので、うまさで結果を残してきた選手という捉え方をしている、そこと強さはまた違うと発言。モンスター本人はここ一番の警戒心で準備を進めているようです。タパレス陣営も日本が生んだ怪物に初めての黒星をつけるため、様々なトレーニングを施していると言います。タパレスセンスは標高1540メートルの洞穀場行市にあるシェイクアップジムで高地トレーニングを敢行。フィリピンメディアサンスターセブによると、タパレス選手をプロモートしている3番プロモーション最高経営責任者の JC マナルキル氏は、マーロンは元気です、コンディションも良い、彼は戦いに向けて非常に集中していると語ったといいます。タパレス選手は現在スパーリングなどで調整中、中には過去に井上選手のスパーリングパートナー務めた経験もある元 OPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級王者ペテアポリナル選手が加わっている。2022年8月に武井幸選手、同年12月には堤俊斗選手とも対戦した実力者。タパレス陣営はモンスター対策を練り上げているようです。同メディアはタパレスと井上の戦いは今年最大、勝者はスーパーバンタムで誰もが認める世界チャンピオンになると伝え、ベルト統一戦の行方に注目しています。フィリピン地元紙フィリピンスターは、日本で無敗との見出しで記事を掲載。彼は日本で4戦4勝だとタパレスの戦績を紹介し、アウェー決戦についてこのように伝えました。日本で戦うことにはリスクと報いがある、現 WBA&IBF のスーパーバンタム級王者マーロン、タパレスは全く気にしない、実のところ彼はどこで戦おうと気にしない、タパレスにとってはどこで戦うかは問題ではない。さらにタパレス曰く、日本人ボクサーははっきり異なるスタイルを見せる、ほとんどは豊富なアマチュアのバックグラウンドから来ており、絶えず変化するフットワークを披露すると日本人ボクサーの特徴を指摘。一方井上は自身のスタイルを持っている、彼はアグレッシブで力強くうろたえないという趣旨の内容を話したといいます。記事では
パッキャオやかしめろといった世界王者のコーナーにいたボクシングコーチの野々井ネリシー曰く、井上を倒すためにはただのワンツーのコンビネーションだけでなく、止まることのないパンチの集中砲火が必要だと強調。パッキャオ氏、同3階級制覇王者のジョン・ミエル、カシメロらフィリピン人王者のセコンド経験者の言葉を紹介しました。難攻不落の井上選手優位の声が上がる中、同氏はタパレスはコーチのアーネル・フォンテニーヤと共に井上を無効化するためのファイトプランに取り組んでおり、うまく遂行できるかが鍵だと話したと追記。彼は秘密を明かしはしない。彼らが対戦した時、井上は生涯最大のサプライズを受けるだろうと期待を込めて報じています。またタパレス選手は自身の SNS にてスパーリング動画を公開。井上選手撃破へ好戦的な動きを見せ、青のグラブ、ヘッドギアをつけたナイトメア、タパレス選手距離を詰め、ワンツーや右フックを繰り出すと、コーナーロープに追い詰めた相手に強打を炸裂。わずかな時間でしたが、大一番に向けて汗を流したようです。文面にトレーニングと記して投稿。情報漏れを恐れてスパー映像などは SNS などに流さない選手が多い中、今回は異例の公開。海外ファンからは4団体統一王者だ、レッツゴーチャンピオン、行けタパレス、さあチャンピオン歴史を作るんだと興奮の声やエールが送られているようです。タパレス選手にとってこの井上戦が成果を高める千載一遇のチャンスなのは間違いありません。それを自覚する本人もやる気は十分。アメリカボクシングサイトボクシングニュースの取材に応じた際には、完全統一ということもあるが、自分にとって何よりも重要なのは井上に勝つという事実なんだ、これは本当にそう思っていると強調しています。井上選手を上回る40戦を行っているタパレス選手は現在37勝、いくつもの修羅場をくぐり抜けてきました。そんな名サウスポーは、井上は様々なパウンド4パウンドで1位2を争う選手で、本当に優秀なスキルを持ったボクサーだ、完全無欠だとも言われているよね。だからこそ彼を倒すことがベルトの獲得よりも重要なんだと断言。そして下馬評の低さに持論を展開しました。全く君にチャンスがないと言われても何も感じないよ、それは大した問題じゃないからね。それにそういう風に言われるのは慣れている。前回の試合でも周りからお前にチャンスはないって言われたし、彼が負けるはずがないとも言われたけど、僕は勝てたんだ。今の僕は本当にハードなトレーニングを重ねているし、最高のチームにも恵まれた。誰もが僕を勝てないと言っているけれど、僕は自分が何を何のために取り組んでいるのかを知っている。だからチャンスは常にある。ハードワークさえすれば不可能なんてない。さらに僕は井上を KO できる、僕にもパワーがあるからねと自信を覗かせた。ナイトメアは井上には弱点があると指摘。彼の弱点はパンチを打つときに生じるわずかな隙だ、僕は打たれてもカウンターのパンチで対応するし、コンビネーションを仕掛けることもできると KO 決着を見据えた戦術の一端を口にしています。モンスターの弱点を見抜いているという発言は少し気がかりですが、村田氏の言う通り相手にならない可能性が高く、さらに井上選手自身も警戒心を強めているため、タパレス選手は油断の隙を突くということもできないと見られます。果たしてどのような試合展開が待ち受けているのでしょうか。いかがでしたか。今回は元 WBA 世界ミドル級スーパー王者である村田亮太氏が明かす井上選手を中心にご紹介してきました。モンスターの兄貴的存在である村田氏、彼の視点から見る井上選手にもぜひ注目していきたいところですね。チャンネル登録高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。のプレイでファンを魅了するモンスターこと井上尚弥選手、ボクシング専門誌ザリングが格付けするパウンド4パウンドランキングにおいて日本人として史上初めて1位の評価を受けた、まさに世界が認める日本の至宝です。井上選手といえば未だダウンを知らないボクサー、今回は相手がなぜ怪物を倒せないのか、ノックアウトダイナマイト内山隆氏が分析する井上選手をご紹介していきます。最後までついてきてくださいね。井上選手の戦績はここまで25戦全勝 22KO、アマチュア時代の81戦を加えてなおダウン経験は未だかつてなし、ついつい軽量級離れした圧倒的パワーが注目されていますが、実は卓越した防御技術の持ち主でもあるのです。これに対し現役時代に数々の KO シーンを演出し、卓越したディフェンス技術にも定評のあった元 WBA 世界スーパーフェザー級王者の内山氏は2023年7月のインタビューで、顔が腫れたのを見たことがないし、目の上を切ったのもドネアとの1戦目ぐらい、相手はパンチが当たらないとなると頭から突っ込んできてバッティングが起きたりもする、それすらさせないところが井上の凄さですよねとコメント。内山氏によればディフェンスはボクシングの中で一番大事とし、倒されないための防御術を理解するには幾重もの壁をイメージすると良いと言います。第一の壁となるのが距離感、より具体的に言えば自分が最も戦いやすい距離を保つ能力です。打ってきた瞬間に半歩、
すっと体を引く。相手からすればずっと遠い感覚のままになります。いろんなボクサーの試合を見ていて、もっと手を出せよって思うことがありますけど、今打っても当たらないという感覚にとらわれるとパンチが出ないもの。相手にそう思わせられるのが強い選手なんです。そもそも井上の場合はパンチ力がありますから、簡単には入っていけない。自分の周りを保てる選手はクリンチも少ないですね。井上がまさにそうですと分析する内山氏。井上選手は2022年2月、チャリティーイベントレジェンドにおいて元 WBC 世界フライ級王者の比嘉大吾選手と対戦。スパーリング形式ではあったものの、デビューから15戦連続 KO 勝利の日本タイ記録を持つ比嘉選手に対して、井上はあえてガードを下げて顔を前に出し、比嘉選手にパンチを打たせる場面を何度か作りました。その姿を思い返し、内山氏は驚きを隠せなかったと言います。彼は距離感が微妙にずれるだけで強いパンチは打てなくなります。あの比嘉との試合、この距離でこの足の位置取りなら強いパンチは打てないと分かっていたから、井上はわざと打たせていたんですと振り返っています。また本来このレジェンドにて井上 VS 内山が行われる予定だったといいます。内山氏は井上の相手がなかなか決まらないと主催者から連絡があり、もし決まらなかった場合、内山さんやってもらえませんかと話が来て、もう腹くくりましたよ。では決まらなかったらやります、ノーヘッドニアでやりますよと伝えたそう。覚悟を決めた内山氏でしたが、次の日には比嘉選手に決まり、やらなくてよかったのかなと思う反面、やりたかったという自分もいる。もしやってたらどうなっていたんだろうという面白さもある遠い。もし戦うならどんな作戦でいくのかとシミュレーションも言っていました。井上選手と比嘉選手を分析した際は、比嘉が思いっきり打てなかったのは井上の位置取り。接近戦でも井上がノーガードの際も強く打たせない位置取りをしている。なおかつ打ったら井上の反撃を食らうと話していた内山氏。それを考慮してか、内山氏は僕の方が身長とリーチあるけどスピードは圧倒的に向こうが速い。接近戦のスピードとかも僕は中に入れさせたくないですね。中間距離を保ちながらやると思います。ジャブで距離取って、でも速いからな、一瞬で入ってきちゃうんでしょうね。俺もちゃちゃっと逃げないといけないとコメント。実はジャブをついての中間距離は内山氏が得意な戦い方。昨年8月にラジオ番組でも、もし井上選手と戦うとなればと聞かれた内山氏は、井上選手はくっついてからの回転が速いので、ずっとジャブをついて中に入らせないという方法でやりますねとも語っていました。話を少し戻しましょう。距離感のせめぎ合いにおいて井上選手が苦しむ様子を見せた試合は多くありませんが、内山氏は2019年11月の場にとどめ合わせのその一つに挙げています。この試合は WBSS バンタム級決勝戦2ラウンドにどめ合わせ選手の左フックを浴び、プロになって初めて右目上部をカットするとともに右目眼下鼻と鼻を骨折。以降は右目がぼやけてドネア選手が二重に見える苦戦を強いられました。9ラウンドにはドネア選手の右ストレートを浴びてクリンチをする場面はあったものの、11ラウンドに井上選手の左ボディによりドネア選手が下がるように歩いてから膝をついてがそのまま判定となり、12ラウンド3対0の判定勝ちを収めました。内山氏はドネアの距離感が優れている、だからこそ毎回同じパンチで倒すんです。ストレートを打ちに行ったところにフックが来る、そう分かっていても食らってしまう、井上もやりづらそうでしたと話します。タイミングよく組み込まれ、距離を詰められた場合に次の壁となるのがブロックやスウェーなど、相手のパンチを防いだり避けたりする技術です。ブロックよりもスウェーの方がいい。ブロックだと相手はサンドバッグを打つのと同じ感覚でリズムよくパンチを出せますから、スウェーでかわすと次のパンチを出すまでに何テンポをくれる、隙が生まれやすくなりますと解説した内山氏。この件に関して井上選手の技術はどうなのでしょうか。もちろんブロックはしっかりしていますし、目もいい、それから大きく動かない、常に必要最小限の動きしかしないから、避けた後すぐ攻撃に移れます。井上はそれを足のステップでやっている、パンチをバックステップしてさばくというのは相当難しいですよと井上選手を称賛しました。距離を潰しパンチをクリーンヒットさせ、最後の壁となるのは打たれ強さ。井上選手の場合、これまで攻め込まれるシーンがほとんどなかったため、どれほど打たれ強いのかは未知数でしたが、ドネア選手との1戦目でその立ち寝素振りは明らかになりました。内山氏の見立てでは、井上選手はドネア選手の圧に危険を感じ、珍しく交代する様子を見せたそう。互いにリズムを崩し合おうと模索する中、迎えた第2ラウンド、ドネア選手の左フックが井上選手の右目を直撃。映像を見返しながら、これを食らって倒れないんだからすごいですよと内山氏はつぶやいたといいます。この一撃で視界が二重となった井上選手は第9ラウンドさらに追い込まれます。1分過ぎ、今度は右ストレートを顔面にまともに引かん一瞬崩れ落ちかけていました。内山氏はこれは効いたでしょう、普通の選手だったらもう無理ですよ、でもこの状況から井上は動けているし、ちゃんと次の攻撃を回避して最後まで足が止まらないところも井上の良さの一つと話します。致命傷となりうるパンチを受けながら膝
をつくことなく12ラウンドを戦い抜けたのはなぜなのでしょうか。内山氏は井上選手の打たれ強さに加えてもう一つの要因を挙げています。ディフェンスでは2発目をもらわないことが重要なんです。1発当たって引いた瞬間に2発目が当たれば大抵は倒れますけど、井上は単発でもらうことはあっても2発目はもらわない。9ラウンドの右ストレート、井上選手は確かにドネア選手が繰り出す返しの左フックを間一髪かわして危機を脱していました。距離感やスウェーの話でも同じことが言えますが、相手に連打をさせないことのポイント、連打させない距離の動き、空振りさせる、そこが井上の一番すごいところだと思います、と分析した内山氏。それにしても思い切り投げられ視界も歪む中、どうして2発目を避けることが可能なのでしょうか。内山氏は自身の経験をもとに負傷しながら次のように答えました。打ち終わりに必ず避ける練習を繰り返すことで、その動作が癖になっていることもありますし、あとは感覚としか言えないですね。こういうパンチが来たらこう避けようなんて考えない。目で見るだけじゃなくて、さっきも含めて感じながら自然と体が動くんです。特筆すべきパワーのみならず、距離感覚に優れ、ディフェンスの技術も一級品。痛い一発を浴びたとしても連打は許さず、なおかつ打たれ強い井上選手、彼が倒されるシーンを想像できないのは、このように全ての能力が高すぎるからと言えるでしょう。そんな中内山氏は、ドネア選手との第2戦を見て、今まで井上の試合で一番興奮した試合だった、と率直な感想を語っています。試合を振り返って、1ラウンド開始早々のドネア選手の戦い方を見ていて調子の良さを感じたといいます。でも直哉がドネアを踏み込ませなかったよね。ドネアが入ってくるタイミングで速い左フックを打ってて、あれを打たれたら入れないですよね。すごかった、とコメント。フィニッシュシーンについても、直哉は相手が効いてると思っても体を動かしながら打つからすごいな。日本のボクシング界では一番ですね。と元世界王者としても絶賛が止まりませんでした。純粋にボクサーとしても格闘家としてもすごい。攻撃が多彩ですね。そしてコンパクトに打つから相手は反応できないですよね。と続けました。現役時代はノックアウトダイナマイトの異名を持っていた内山氏から見た井上選手の KO は、僕の場合は連打系ではないので直哉はパンチ力がある上で連打もできるし、コンパクトに打てるのが一番強い。あと打たれ強いから相手とすれば嫌ですね。と説明。内山氏はこの頃からスーパーバンタム級に上げた方が面白いと明言していました。直哉のパワーとスピード的に考えても対応できる相手がいないので、それなら階級を上げて少し重くなった相手とやる方が見たいですね、と理由を明かしています。さらにひょっとしたらスーパーバンタム級が適正階級になるかもしれないと話し、その後は自身が世界王者でもあったスーパーフェザー級まで階級を上げられるとまで熱弁していました。加えて2022年12月のバンタム級4団体統一戦、ポール・バトラー選手との一戦を現地で観戦していたという内山氏。彼は自身の YouTube チャンネルの中で11ラウンドまで行ったので、試合内容をまだ見ていない人は意外に相手が頑張ったのかな、攻めあぐねたのかなと思うかもしれないけど、4団体がかかった大事な試合でバトラーには勝ちたい気持ちが全然見えなかった。ガードを固めてほとんど手を出さない。それじゃあさすが直哉といえどもなかなか倒しに行けない。そんな相手でも11ラウンドに倒したところが井上選手のすごいところ、と試合を振り返っていました。バトラー選手があまりにも消極的だったことについては、多分俺が思うには1ラウンドやってやれ、やば、スピードとパンチ予想以上だぞと急に思っちゃったんですね。あとは逃げるのみという感じ。珍しく井上選手のノーガードで誘ったり相手を煽るようなことをしていた。自分自身試合をしていて面白くなかったと思う。ヒリヒリしないというか、だいぶ余裕ありましたね、と分析しました。その上で最後はテクニックもそうですけど、力でねじ伏せたという感じ。行こうと思ったら相手を倒せる、それだけ実力差があった。4団体統一は日本人初ですから、同時で取るのはすごい、と史上9人目日本初となる偉業を達成した井上選手を絶賛でした。また内山氏は井上選手の階級アップについて、減量も結構きつそうでしたね。逆にスーパーバンタムに行ったらまたパワーがつく気がする。もともとライトフライでやった時に当初の頃はパワー感をあまり感じられなかった。上げていったらすごい急にめちゃくちゃパワーついたなという感じがしたので、スーパーバンタムでも全然パワーはより楽になって勢いが増すかもしれない、今後も楽しみ、と予測していました。そんな中、内山氏は7月のスティーブン・フルトン戦の前こそ井上選手が苦戦する展開を予想、モンスターの圧勝を予想する声が多かった中、内山氏は最初に結論を言いますと、僕の予想は後半 KO か判定で井上尚弥選手が勝つかなと。ただ今までの相手よりもだいぶやりづらい選手だと思うんで、ちょっと手を焼くかなって感じですね、と率直な予想を述べました。さらにフルトンは本当にリーチがあってジャブがすごいうざいんですよ。ジャブをいろんな角度でポンポンポン打って、距離を井上選手がどうやって入っていくのか、あのパンチにどのように合わせるのかってところが楽しみなところですね。フルトン止まんないじゃないですか、ずっと打って動いてってやるから、と続けました。それでも
序盤は圧倒的なポイントっていう感じはしないような気がするんですよね。今までどんな相手でも井上尚弥は本当にみんなの想像をはるかに超える勝ち方してきてますから、本当にあっさりとに3ラウンドで倒してしまうんじゃないかなってことも考えられますね、と語った内山氏。注目ポイントとしてピックアップしていたのはフルトン選手の大きさ。フルトンの方が上の階級だったので、体のフレームで言ったらフルトンの方が有利とは思うのですが、井上選手も普段の体重が60キロ以上あって、身長は高くないですけど、骨格ががっしりしてるんでパワーは全然全く心配しないですね、と分析。またフルトン選手について、ただリーチの長さとやりづらいボクシング、とにかくジャブと常に動き回ってるのがやりづらいところかなと思いますね。長身の割に結構低く構えて打ったりもするのがやりづらいですよ。ただまあそこは井上ですからね。僕のレベルで考えちゃってますけど、ボクシングのスキルもそうだし、センスもそうだし、全てにおいて僕なんかより上なんで、僕の考えがやっと浅はかだったなって試合後に思うかもしれないです。何がすごいかって言われてもね、全てが強いとしか言えないですよ、と井上選手の圧勝の可能性もあることも示唆していました。結果終わってみれば井上選手の圧勝。これに対し内山氏は、ぶっちゃけ危ない場面ってなかったじゃないですか。8ラウンド戦って世界チャンピオンですよ、2団体の。それと8ラウンドやって危ないところがないってすごいことですよ、普通に考えて、と振り返りました。また40歳40何歳までやっても負けそうにないですね。井上尚弥は今日の見ちゃうと YouTube で判定で井上尚弥とか言ってるんで、過小評価したわけじゃないですけど、またみんなに文句言われるんだろうな。お前は井上尚弥の試合見てねえとか、と弁解して苦笑する内山氏。そして井上選手の次戦については、予想の2段3段上まで行っちゃうんで、今度井上尚弥の予想をするとき全部 KO 勝ちって言います、と話していました。そんなモンスターの次戦について内山氏は、井上はスーパーバンタムじゃもう相手いないね、タパレスじゃぶっちゃけ無理、タパレスよりフルトンの方が全然強いと思うから、ときっぱり。動画にゲスト出演した元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏も、そうですよね、タパレス何すんのって感じですよね、とうなずきました。内山氏は以前にも、いやまさかのタパレス勝っちゃいましたね、タパレス勝っちゃったらちょっとね、俺は盛り上がんないなと思って、どっちかと言ったらやっぱ井上対アフマダリエフの方が俺は興味あったんで、と驚いた様子を表明。さらに、井上とタパレスじゃ僕は正直勝負はもう見えていると思ったんで、ただ勝っちゃったからしょうがないんですけど、そこはタパレスの方が強かったってことですから。でもアフマダリエフ勝つと思ったけど絶対、と複雑な胸中を吐露しました。その上で、無敗対決が見たかった。そうなんですよ、なんでタパレスに負けたんだろう、タパレスが強くなったのかな、うまく攻略したのか、やっぱアフマダリエフに勝ってほしかったな、そこはもうしょうがないですね、とコメントしていました。次戦の対戦相手である WBA IBF スーパーバンタム級統一王者マーロン・タパレス選手は、たったプロ8戦で統一王者に輝いていたウズベキスタンから西角ムロジョン・アフマダリエフ選手に番狂わせを起こして勝利。日本での戦いも多く、現在勢いに乗るタパレス選手ですが、内山氏はさすがに井上選手にはかなわないと踏んでいるようです。今や世界最強とも呼び声の高い井上選手、その一方でウェルター級王座統一戦で勝利し、史上初めて2階級で世界4団体統一王者となったテレンス・クロフォード選手との間で、現在ボクシング界では果たしてこの2人どちらがパウンド・フォー・パウンド1位なのかという論争が繰り広げられています。ですがリング氏が選定するランキングでは1位がクロフォード選手、ついで2位が井上選手となっています。このパウンド・フォー・パウンドに対し、内山氏は独自の理論を展開しています。彼はクロフォード選手がエロール・スペンス・ジュニア選手を下した直後に更新した動画の中で、圧倒的勝利、 KO 勝ち、強かったですね、もっといい勝負になると思ったんですけどね、と4団体統一王者を称賛。パウンド・フォー・パウンドはどうですかね、井上尚弥とクロフォード、今後多分ライト級のシャクール・スティーブンソンとか入ってくると思うんですけど、クロフォードですかね。お互い KO 率 70% 以上で負けなしで、それで、あんなあっさり勝っちゃうんだから、と、クロフォード選手をパウンド・フォー・パウンド1位に押す声には理解を示していました。ただ、内山氏はパウンド・フォー・パウンドの今のあり方には疑問を持っているようで、パウンド・フォー・パウンドなんて、俺はつけなくていいと思うんですよ。階級が違うんだから、わかるわけねえじゃんって、そんなの。PFP はぶっちゃけ意味がない、軽量級重量級によって戦うスタイルも違うし、と持論を展開しました。その上で、俺の面白い提案があるんですよ、体重制じゃなくて身長制にする。180センチあるやつだったらより体の筋力をつけて強くできる、体重制だとみんなガリガリになっていっちゃう、相手よりより大きくしようとして筋肉つけたり食べたりするじゃないですか、強い方向に向かう。今のボクシングって燃料も勝つために大事なんですけど、自分が弱い方向に向かっちゃってる、と独自のアイデアも提言していたのでした。いかがだったでしょうか。今回はノックアウトダイナマイト内
内山隆氏が分析する井上選手をご紹介してきました。井上選手が倒されない理由には圧倒的ディフェンス力にあるとした内山氏、ここまで完璧なボクシングを形成するモンスターに勝てるボクサーは存在するのか、これからの活躍にも期待せずにはいられませんよ。チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもクロフォード選手に続き史上2人目の2階級4団体統一に成功したモンスター井上尚弥選手、今やボクシング界で知らない者はいないほどの存在となりました。そんな井上選手と唯一二度拳を交えたボクサーとして知られるのが元世界5階級制覇王者の二度ドネア選手です。というわけで今回はドネア選手が明かす井上選手の凄さについてご紹介していきます。最後までついてきてくださいね。かつて井上選手の戦友となり今も私たちの記憶に残る名試合を披露したドネア選手、彼は井上 VS タパレス戦をアメリカ専門メディアファイトハイプ公式 YouTube チャンネルに登場しました。井上選手の階級上の限界点について聞かれると130ポンドまでいけるんじゃないかな、彼は私よりもコンパクトで重いんだと持論を展開。過去にはフェザー級も制したドネア選手ですが、私は線が細くて体重を増やすのにいつも苦労していたと話し、私が118ポンドに階級を落とした時ですが彼は私よりも重かったと説明。井上選手は階級を上げるごとにパワーが落ちるのではないかと海外の指揮者から疑問を投げかけられているものの、ドネア選手はスーパーフェザー級まで上げてもパワーは落ちないと思うと心配無用を強調したのです。男子では史上2人目、アジア人として初となる2階級4団体統一の偉業を成し遂げたモンスター元世界6階級制覇王者マニー・パッキャオ氏以来最高のアジア人ボクサーとの評価についてドネア選手はふさわしいと断言。彼は数々の世界王者を倒してきたし、私を相手にも多くのことを成し遂げた。彼の偉業やパウンド・フォー・パウンドの議論を考えればアジア人最高のボクサーの称号にふさわしいよと称賛していたといいます。その一方、2023年の年間最優秀選手に話題が及ぶとドネア選手はクロフォードがふさわしいと主張。井上選手は世界で最も権威あるアメリカ専門誌ザ・リングの2023年ファイター・オブ・ザ・イヤーに選出されましたが、ドネア選手はみんなが見たい試合だったパウンド・フォー・パウンドでトップ5に入るような選手を倒したんだ。1試合しかしていないが他のボクサーは同じレベルの試合をしていないとクロフォード選手を推す理由を説明しました。またPFP についてドネア選手は過去に年間で2階級4団体統一したことは他の誰もやったことがないと井上選手の功績を認め1位がふさわしいと主張します。しかし功績は関係なく純粋に映像だけで見た場合の PFP について問われるとクロフォード選手を1位に選ぶとコメント。戦闘能力で考えればクロフォードを選ばなければいけない、彼は唯一無二の存在でスピードやパワーの緩急のつけ方を分かっている、全てが揃っているんだ、最高のボクサーは現状クロフォードだろうねと語っていました。またドネア選手らを指導し元 IBF 世界スーパーフェザー級王者の経歴を持つロベルト・ガルシア氏も井上選手を絶賛しているようです。アメリカの専門メディア210ボクシングテレビ公式 YouTube チャンネルに出演した彼は午前3時に起きて試合を見たよ、彼は見たくなる選手なんだ、相手が誰であろうが関係なくねと井上選手が特別な選手であると強調。結果については多くの人がタパレスについて知らないかもしれないけれど彼は MJ に勝った男だ、 MJ は強いぞ、それに勝ったんだから簡単な試合であるべきではなかった、ただ井上が特別なんだよと強さを力説しました。井上を倒せる選手がいるかどうかを問われるとラッキーパンチとか井上が体調の優れない中試合をしたり拳を痛めたりしない限り誰も倒せないと思う、こういうことがない限り122では誰かが彼を倒すことはないだろうねと限界級では敵なしと指摘します。それを踏まえ122でビッグファイトになりそうなのはルイス・ネリカ MJ だろ、 MJ は力強くてパワーもある、彼にはチャンスがあるかもしれない、それでも井上が勝つと思うけどね、井上は特別だからフェザー級に転向しても同じことだと思うよ、フェザー級にも良い王者がいるけど井上は特別だと階級を上げても勝ち続けると予測していました。加えてガルシア氏は井上選手の将来的な階級上げについても言及していて、井上ならフェザーに階級を上げて誰かに挑戦しチャンピオンになることは簡単なはずだと強調。そして今はまだわからないが将来的にはスーパーフェザーに階級を上げるんじゃないかな、ただ私は彼がライト級でチャンピオンになるのも可能だと思うと規格外のポテンシャルに期待を寄せています。階級最強を決めるワールドボクシングスーパーシリーズのバンタム級決勝で初めて対面した両者、井上選手は2ラウンド目にドネア選手の左フックで右眼下底などを骨折しながらも11ラウンドに左ボディでダウンを奪取、国内外で年間最高試合に選出されたこの試合はドラマイン
埼玉と呼ばれる歴史的一戦となりました。井上選手はこの一戦に関して、プロになってからあのように競った試合は初めてで、改めてファンの後押しの大切さを感じました。ドネアと抱き合ったのは本当にボクシングの良さだなと思う。ドネアを尊敬してボクシングをやってきたこともある。試合が終われば関係なく称え合う。自分のことは自分でよく分かっているし、自分ではあんなものかなと思っていた。分かってもらえるというのはどうかと思うけれど、証明できたのかな。名勝負と言われたのは、それは相手がドネアだからこそ。ドネアでなければ感動的なドラマにならなかった。ドネアに感謝しています。ドネアから気持ちの面をすごく受け取りました。言葉でなく拳で語ることの方が多いかなと振り返っています。その一方、ドネア選手はこの試合に関して、もちろん WBSS で優勝するためにリングに上がって負けてしまったことに残念な気持ちはある。一方でこの試合に向けて一生懸命練習して、自分が今持っている全てをリングの中で出し切れた、そういう意味ではがっかりしている気持ちと誇らしい気持ちの両方がある。今回の試合に関してはこれまでにないくらい絶好調だった。相手が井上ということもあるし、彼が持っているベルトも魅力だったし、このトーナメントに優勝することも含め、全てが私のモチベーションになっていた。今回の試合で昔に戻った、若返ったという姿を見せられたんじゃないかと自負しているとコメント。ドネア選手はこの試合判定ではなく KO 勝ちを狙っていたと明言。だからこそ悔やまれるのは9ラウンド右ストレートで井上選手をぐらつかせたシーンでした。あそこで私は効かせたパンチと同じカウンターをもう一度狙ってしまった。そこが自分の犯した最大のミスだったと思う。セコンドからは倒しに行け、ダッシュしろという指示が出ていたけど、そうはしなかった。セコンドの言うことを聞いていれば、あの状況ならもしかしたら試合を終わらせることができたかもしれなかった。しかしドネア選手は11ラウンドに反撃のボディショットを食らい悶絶、ギブアップしてもおかしくない場面でしたが、立ち上がっただけでなく、そこから反撃したドネア選手のプライドの高さには目を見張るものがありましたよね。試合前、世代交代を掲げた井上選手に対し、ドネア選手は壁になると言い続けました。実際に怪物と拳を交えた率直な感想、ドネア選手は次のように語っています。世間で言われているほど井上にパワーがあるとは感じなかった。ただそれに関しては彼も同じことを言うと思う。私は強打者と言われているが、彼は私のパンチをあれだけもらっても倒れなかった。もう一つ、こちらも自分に当てはまることだが、彼は強打を打つことによってディフェンスがおろそかになる傾向がある。強打を打つとそういうリスクを背負わなければならない。そこが私と同じだと思う。世間では早いラウンドで私が負けると言われていたけれど、自分は勝てると思ってリングに上がった。実際井上を追い詰めて倒しそうになった場面も作った。次にまたやるとしても負けると思って試合をすることはもちろんない。そして月日は流れ、2年7ヶ月後、バンタム級3本のベルトをかけた再戦が実現しました。2年7ヶ月ぶりにリングで対峙したドネア選手を見て、井上選手は体重が戻りきっていない印象を受けた。同時にスピードで勝負してくるのかなと思った。と試合後に明かしています。試合当日に計測した体重は、井上選手が前回を 1.5 キロ上回る 59.0 キロ、ドネア選手は第一戦と同じ 58.5 キロ、当日体重がどれだけ試合に影響を与えたかは不明ですが、微妙な差を井上選手が感じていたことは確かだったようです。試合開始のゴングを聞いた井上選手は、いきなりオープニングブローで、ドネア選手の殿下の方と、左フックの洗礼を浴びることになりました。ダメージをもらうほどのパンチではなかったものの、緊張感が高まったという一撃でした。これで火がついた井上選手は、1ラウンドの終了間には、右のクロスカウンターで1度目のダウンをダッシュ、そして2ラウンド目、井上選手は、ジャブ、左フック、右ストレートと好戦的な姿勢を見せました。ドネア選手は必死にリターンを返し、必殺のカウンターで形勢を逆転しようと渾身のブローを放ってきます。井上選手がカウンターを警戒しつつ左フックを打ち込むと、ドネア選手が足をバタつかせて交代。アグレッシブなモンスターはワンツーから返しのジャブでドネア選手の顔面を跳ね上げました。絶体絶命のドネア選手はそれでもプライドを失うことはありませんでした。しかしなんとか立て直そうと左カウンターを狙うも、圧倒的優位に立ったモンスターの前になす術はなかったのです。攻め込む井上選手が再び左フックを決めると、ドネア選手がロープ際に崩れ落ちます。シンが TKO を宣告し、ドラマイン埼玉2と歌われた試合は幕を閉じたのでした。あまりの圧倒劇だったからか、付近の客席からはドネア悔しいだろうなというつぶやきが聞こえてきたほど、勝利の瞬間我を忘れてリングインした大橋秀幸会長は、正直に言うと調子はあまり良くなかった、接戦になると思っていて、まさかこんな展開になるとは思っていなかったと打ち明け、今までいろいろな試合があったけどベストバウトだったねと満面の笑みを見せました。試合後、井上選手は圧倒的に勝つとプレッシャーをかけて挑んだ、最高の結果を出せて最高の日になった、100点をつけられる夢じゃないかと思うほどうまくいきすぎたと振り返っています。センセーショナルなノックアウトの余韻が会場を覆っている中、
失意の敗者は勝者を称えた後、観客に向けて一礼し、静かに陰を降りようとしていました。気がつけば大歓声に混じり、ドネアと叫ぶ声が一人、また一人と増えていき、花道を引き返す敗者の背中に、いつの間にか大きな拍手と、ドネアコールが浴びせられたといいます。試合はわずか4分24秒、かつてラスベガスのリングを沸かせた、レジェンドが容易に受け入れることのできない惨敗。試合後も取材に応じた第一線とは異なり、この日、記者会見は開かれませんでした。やはり悔やまれるのは、右ストレートをカウンターで食らった、初回終了間際のダウン。ドネアは試合後、SNS で行ったライブ配信で次のように発信しています。パンチが直撃した時、何が起こったのかわからなかった。カウンターを狙っていたのもあるが、パンチが見えなかった。気づいた時にはキャンバスに倒れていた。そしたら審判がカウントしているんだ。どういうこと？って感じだった。コーナーを見たら妻が、手を挙げて、カウントされているわよ。と言っていた。マジか、俺はやられたのか。と思ったよ。百戦錬磨の名手が腰を抜かすほどの、目にも止まらぬ速さで、ハードパンチを打ち込む。モンスターには、もはや恐怖すら覚えてしまいますよね。また、イギリス紙に世専門誌、ボクシングニュース、公式 X では、井上選手について語る、ドネア選手の映像を公開していて、動画内でドネア選手は、もし私がモットーがかかったら、話は違ってくるかもしれないが、今の自分を考えると、井上はこれまでに対戦した中で最もタフ、もしくは最強と言えるだろう、と発言。その理由について、パワー、瞬発力、そして時には思考力など、似ている点がたくさんあるから、若い自分と対戦するような感じだと思う。でも、その多くの類似点がその戦いを、もっと困難なものにしていると思う、と続けていました。惨敗した直後のドネア選手はとても、記者会見ができるような状態ではなく、肩を落とし、涙を流し、居合わせたメンバーも言葉を失っていました。沈黙を破ったのは、ほんの少し前に自らを打ちのめした勝者でした。井上選手が記者会見を終えてまっすぐに、ドネア選手の控え室を訪れたのです。3本のベルトをまとめ上げた王者は、同行するスタッフを扉の外で待たせ、一人で部屋に入り、宿敵に握手を求めました。ドネア選手は、井上選手にこう語りかけたといいます。君の実力は誰もが認めている。すごいボクサーだ。このまま4団体を統一してほしい。スーパーバンタム級に上げても君ならやれる。そしてあの衝撃から時が流れた2023年12月、世界スーパーバンタム級の4団体統一戦で、井上選手はタパレス選手を撃破。ドネア選手の言う通り、スーパーバンタム級の舞台でも、比類なき王者に君臨したのです。この日も井上選手のフィニッシュは圧巻でした。ワンツーのコンビネーションで、後ろにたじろぎながらも、顔面の前でしっかりと構えていた、タパレス選手のガードもろとも、右ストレートで打ち抜いたのです。被弾し、膝から崩れ落ちた姿を見て、井上選手は、これだけダメージが蓄積していたんだ、と感じたそう。試合後に井上選手が、意外とパンチが当てられなかったと振り返ったように、終始圧倒という試合展開に持ち込めたわけではありませんでした。タパレス選手は相手のストロングポイントである強打を打たせない巧妙なディフェンスを披露し、7、8ラウンドはジャッジのポイントでも量がわずかながら世紀の番狂わせの匂いを漂わせもしました。自らをアンダードッグと語ったタパレス選手は試合後、とにかくスピードが速くてついていけなかった、タイミングを合わせることができなかった。トトロ、彼もドネア選手と同様、井上選手のパワーではなくスピードを強調し、だと怪物がいかに難しいミッションなのかを口にしていたのでした。一方、ドネア選手は昨年7月30日、ラスベガスで井上選手が返上した WBC 世界バンタム級王座をかけ、同級3位アレハンドロ・サンティアゴ選手と対戦、右構え同士の対戦となり、初回はサンティアゴ選手が積極的にジャブを放ち、手数を増やすと、ドネア選手はカウンターの右フックを合わせ、左ボディを叩き込みます。じわじわと圧力をかけた3ラウンド、接近戦で連打を放つ相手に対し、代名詞の左フックをぶち当ててぐらつかせると、4ラウンドにも懐に入ってきた相手に左アッパー。しかし、中盤に入っても好戦的なサンティアゴ選手に攻められる場面が目立ち、試合は拮抗します。7ラウンドには偶然のバッティングでサンティアゴ選手が左目上をカット。それでも動きの鈍いドネア選手を手数で攻め立てます。ドネア選手は10ラウンド目一発狙いで左を放つが振るわず、テンポよく打ち込んでくる相手にパンチを空振りさせられ、逆に11ラウンドはふらつく場面も。顔は腫れ上がり、最終12ラウンドを迎えます。ドネア選手は距離を取るなど最後まで元気な相手を仕留めきれず、数々の強敵を葬り去った。左フックは不発に終わってしまいました。結果は0対3の判定負けで、井上選手との3団体統一戦に敗れて以来の再起戦で、1年1ヶ月半ぶりの王座返り咲きとはなりませんでした。試合後、リング上でインタビューに応じたドネア選手は、今日この試合ができたのは素晴らしいことです。
彼を祝福したい、おめでとうと声をかけましたと紳士的に勝者を祝福。自分はやるべきことをやったんだと思う。このスポーツが大好きです。妻にも伝えたけど、今後についてまたロッカーに戻ってセコンドのみんなと話し合って決めたいと去就についても言及しました。やや興奮気味に思いを明かしたドネア選手は、今日試合ができたのは最高だ。40歳だがどうでもいいことだ。パワーを一発に込めようとしすぎた。もう少し落ち着いてジャブを使えばよかった。でも私は選手です。選手として戦った。皆さんありがとうございます。友人のみんなありがとう。プロモーターのリチャード・シェーファーもありがとうと感謝のメッセージも述べていました。また SNS 上にてアメリカ記者からはドネア選手のキャリアの終焉を予期する声が上がり、ボクシングシーン .com のクリフ・ロルド記者は、ボクサーには辞めるべきだとは絶対にはない。しかしドネアが現役続行する姿は見たくない。殿堂入りするのを楽しみにしているとこれまでの功績を称え、現役引退を推奨。アメリカの専門誌ザ・リングの編集長ダグラス・フィッシャー氏は、期待の名手だったしても、心も整ってクリーンな生活を送っていたとしても、ボクシングでずっと健在でいることはできない。ドネアはそれを数年前であれば圧倒していたであろうタフな相手との試合で今発見しているのだと衰えを指摘。同じくリング氏のライアン・ソンナリア記者も、アレクサンドロ・サンティアゴがクールイだった WBC バンタム級の王座をの2とドネアに3対0判定で勝利し獲得した。ドネアにとってはこれが終わりのシグナルかもしれないとツイートしました。アメリカのスポーツ専門メディアスポーティングニュースのトム・グレイ記者は、ドネアが心配だ、キレを失い劣勢に立たされていた。でも年齢と消耗を考えれば当然だ。私はこの男のハッピーエンドを望むよと、やはり最盛期のキレが見られなかった。パフォーマンスを憂いた様子。さらに今夜のドネアはパンチが来るのが分かっていても避けきれなかったり、カウンターの駆け引きもできない感じだったとジャーナリストのスティーブ・キム氏に揶揄されていました。大阪より先とはならなかったドネア選手でしたが、これまでの輝かしい戦績は疑いようがありません。そんなドネア選手を思ってか、 WBC は結果がどうであれ私たちはこれを言わなければならないと X で次のような異例の声明を投稿しています。のにと、ドネアが戦っている時に空席が目立つのは完全に敬意に欠けている。ドネアは現役のレジェンドであり、フィリピンが生み出した最高のファイターの一人だ。最高の男が勝つことを祈る。プロ50戦を誇るレジェンドボクサーが喫したキャリア初の連敗、少し前にはまた井上と再戦できると良いね、それ自体はずっと後の話だけどと、将来的な井上 VS ドネア3に思いを馳せていたドネア選手は、ここからまた奇跡の復活を遂げるのでしょうか。期待したいところですね。いかがだったでしょうか。今回はドネア選手が明かす井上選手の凄さについてご紹介してきました。あのモンスターと二度も拳を交えたからこそわかるドネア選手の言葉には非常に重みを感じたかと思います。皆さんの感想もぜひコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しい。人史上初無敗で世界4階級制覇を成し遂げたモンスター井上尚弥選手、バンタム級では主要4団体の統一王座を獲得し、4本のベルトを全て KO で手にしたのは世界でも初の記録となりました。そんな抜群の存在感を放つ彼に対し、井上尚弥はなぜこんなにも強いのかという疑問を抱いた人も少なくないでしょう。というわけで今回はそんな彼をここまでに育て上げた父慎吾氏が語る井上尚弥の原点をご紹介していきます。最後まで楽しんでいってくださいね。10代の時に空手で鍛えるなど格闘技が好きだったという慎吾氏、当時はアマチュアボクシングに励んでいて、家の中には鉄アレイなどが転がっていました。井上選手が初めてグローブを手に取ったのは小学1年生の時、父が部屋でトレーニングする姿を見て井上選手はボクシングをやりたいと訴えたのです。慎吾氏は当時をこのように振り返っています。自分は真剣にボクシングをやっていたから、趣味の延長みたいな感じで教えるのは嫌だった。ボクシングはそんなに甘くないんだよ、殴り合いだし怪我もするし、試合になれば減量もあるしと、そうしたら尚は約束する、俺は強くなりたいんだって。相手は子供でも男と男、中途半端なら教える気はなかった。強くなりたいなら親として 100% サポートしたかった。それでも男の子って強いものに憧れる、強くなりたいというのは自然な流れだったと思うとも語っている慎吾氏。そこから井上親子によるボクシング漬けの生活が始まりました。ボクシングの基本を徹底的に仕込み、井上選手は来る日も来る日もジャブを打ちました。毎日同じ動作の繰り返しだったといいます。慎吾氏は、今の尚を見て天才と思う人がいるかもしれない、冗談じゃないぞって、どれだけ練習してどれだけ苦労していると思うんだって、できないことをできるようにするために血と涙がにじむような練習を小1の時からやってきたんだからと言葉に力を込めて訴えています。慎吾氏は、井上尚弥は天才
ということに否定的です。6歳からコツコツと努力で積み上げてきたのが今のボクシングだ、断固として主張しているのです。そんな慎吾氏の意見に所属の大橋事務会長大橋秀幸氏も同意しているといいます。その証拠に慎吾氏は体力向上のため練習も工夫を凝らしていました。家の外にロープを吊るし、それを腕の力だけで登らせ、握力、腕力、肩、腹筋、背中など全身が鍛えられたそう。高校3年時には緩やかな上り坂を使い、止めた軽自動車を体の力だけで70から80メートルも押し続ける練習も敢行。このトレーニングは慎吾氏がプロレス漫画を見て思いついたものだったようで、単なる思いつきだけではなく、そこには将来を見据えた理由がありました。プロになり試合でも見合いになった時に体がぶれないように体幹を鍛えることを目的としていたといいます。そんな慎吾氏の抜群の指導が功を奏し、井上選手の才能はすぐに開花しました。小学校では走り、飛び、投げ、全てにおいて一番で抜群の身体能力を備えていたそう。2年生になった頃にボクシングジムへ入ると、6年生で初の試合出場を果たします。スパーリング大会に出場した井上選手でしたが、家族以外と拳を交えるのは初めて。さらに相手は年が2つ上の中学2年生。この年代は1つ年が違うだけでもかなりの体格差が生じます。しかしスパーが始まると、相手の左ジャブに合わせた右のカウンターが顔面にクリーンヒット。相手選手は鼻血を出し、レフェリーストップとなりました。年齢差をもろともせず勝利を収めたのです。井上選手も初めて大会に出た時から気持ちがボーンと上がっていったと話し、慎吾氏も他の子よりも頭3つ分くらい抜けていた、やってきたことは間違ってないと手応えを得たといいます。中学3年生の時に第1回全国U15ジュニアボクシング大会に出場、決勝戦で相手を失神させて優勝し、優秀選手賞を受賞しました。この大会では14オンスのグローブ、ヘッドギア着用が定められているにもかかわらず失神 KO 勝ちは極めて特殊なことと言えます。そんな驚異的な実力を携えながら、そのまま高校へと進学。1年生の時にアマチュア初の公式戦インターハイに出場し、予選で関東王者の高校3年生と対戦、圧倒的劣勢に思えましたが、2ラウンドにレフェリーストップコンテスト、プロの世界でいう TKO 勝ちを収めたのです。この後も危なげなく予選を突破し、本戦でも遺憾なく実力を発揮した井上選手、決勝戦で迎えた相手は当時高校3年生後の世界王者寺地健志郎選手でした。そこでも3ラウンドレフェリーストップコンテストで勝利し、高校入学後わずか4ヶ月でインターハイ優勝となりました。しかし彼の快進撃はこんなものではありません。続く国体選抜でも優勝を収め、1年生ながら驚異の3冠を達成。そして翌年のアジアユース選手権で自身初の国際大会にも挑戦し、銅メダルを獲得しました。2年生の時にはアゼルバイジャンのバクーで行われた世界ユース選手権に参加。そこでも日本人最高位のベスト16入りを果たしました。さらにはインターハイベスト8、国体連覇を達成。その際の井上選手の顔には傷一つ見えなかったといいます。3年生になって挑んだ最後のインターハイでは2年振りに優勝を奪還し、有終の美を飾ります。そして昨年決勝で涙を飲んだ全日本アマチュア選手権にも挑戦し、悲願の優勝を果たしました。初出場となった世界選手権でベスト16、インドネシア大統領杯では見事初の国際大会金メダルの獲得を達成。高校生史上初のアマチュア7冠という驚くべき記録を打ち出したのでした。井上選手と二人三脚で歩んできた慎吾氏は中学卒業後塗装の仕事に就き、20歳で起業。井上選手と弟の拓磨選手にはボクシング以外の世界も見せるために塗装の仕事場に何度か兄弟を連れて行ったといいます。父は息子たちが単にボクシングが強くなることだけを望まなかったのです。なおには3回くらい仕事場を見せた。父さんは昼間こういうことをやっているとか、何人も使ってどういう指示をしながらどういうことをやっているのかを見せたかったと当時を語っています。そしてその仕事の帰りに息子と一緒に食べたラーメンの味と目の輝きを今も覚えているといいます。井上選手が高校を卒業してすぐにアルバイトをさせたこともあったそうで、それは品物を梱包し、それを仕分ける仕事でした。プロボクサーになる直前の短い期間だったものの、やっぱり体を使って汗を流して給料をもらうということは大変なことだと分かってもらいたかった。スポーツ選手って自分の長けているところでやるから、そういう感覚がないと思う。一般の人はみんなこうやって生計を立てているんだよというのを少しでも経験して感じてほしかったと話す慎吾氏。この経験は今の井上選手の金銭感覚に影響しているといいます。井上選手本人はこの時のこと、社会常識を知る、社会勉強のつもりでアルバイトをしてみなさい、決まった時間に決まった仕事を毎日して自分でお金を稼ぐ大変さを経験してみなさいと言われ、知人を頼って自分で仕事を見つけた。時給850円の工場での仕分け、梱包などの流れ作業、焼酎の瓶が詰められた
重たい荷物なども運ぶのだが、それなら筋トレ代わりになると働かせてもらったと明かしています。また初めてのバイト代をもらった時は嬉しかったと言い、そのバイト代を使って母にリクエストされていたスニーカーを買ってプレゼント、さらに家族全員で焼肉に行きご馳走もしたと言います。このような経験があり、井上選手はお金を稼ぐことの大変さを知り、多額のファイトマネーをどんともらっても金銭感覚が麻痺することがないのです。リングに立てば見てくれているお客さんを意識し、入場料を払って応援してくれるファンへのありがたみを決して忘れないと心に刻んでいると言います。彼はごくたまに衝動買いはあるが、無駄遣いはほとんどせず経済観念はある。誰よりもお金の価値は分かっている。だからこそ現状に満足せずに上を目指すのである。と、父の教えをしっかり吸収していることを明かしていました。実は慎吾氏もまた、家族の大きな背中を見て生きてきました。慎吾氏の母方の祖母、文子さんは自営のほか、病院での調理など、様々な仕事で家計を支え、慎吾氏が10代の頃に取っ組み合いの喧嘩もしたという祖母の体力は、90歳を超えても、腹筋を毎日300回こなしたというエピソードを生みました。母のマリコさんも大型免許を取得し、その仕事をして慎吾氏らを育てたといいます。祖母、母から受け継いだ生き方を慎吾氏は子供たちに引き継ぎたいと思ったのです。井上選手には反抗期というものからは無縁だったそうで、両親には子供は目の前のことに納得できないから反抗するのであって、納得できれば反抗する必要はないという思いがありました。自分はいつも子供の味方という気持ちが強いという慎吾氏は、子供たちのために何をやればいいんだろうと常に考えていると言います。またそういう気持ちが伝わればいい。子供たちが何かをして怒られたとしても、何で怒られたのかが分かれば彼らには反抗する必要がないですから、と話しています。井上選手は、練習が辛いとは決して言わず、誰のために厳しい練習をしているのかをしっかり理解していると言い、きついことをやれば自分に返ってくる、つまり自分が強くなるということが分かっているのです。慎吾氏は、だからきつい練習も楽しくできるんじゃないですかねと考えていると言います。直哉という名前は和尚さんの直に由来していて、まっすぐにという意味でつけた、すごくいい字だと思うと明かす慎吾氏。両親の願い通り、井上直哉はまっすぐに成長し、前人未到の高みに立っています。あの時のラーメン、直は覚えているかな。そういうのって覚えているものですかね。そう思い出したようにつぶやいた父、慎吾氏は照れくさそうに笑っていたといいます。井上選手本人も父、慎吾氏を慕っています。井上選手がプロへ転向する際、慎吾氏はプロでの実績あるジムのトレーナーに息子を預けようとしましたが、井上選手本人が、父は塗装業を経営していたのに、それを捨ててまで自分たちのトレーナーについてくれたから、もっと頑張らなきゃと思うし、親子で二人三脚でやって、世界王者になることが一番意味があること、だから他の人ではダメ、と希望。それにより父も専属トレーナーとして、大橋ジム入りを果たすことになりました。また、井上選手はとあるインタビューにて、刺激を受けた選手はいますか?という質問に対し、純粋にボクシングに対して、楽しさや強さを求めてこれまでやってきたので、特に刺激を受けた選手はいない。父のトレーニングを見て、父に憧れてボクシングを始めた。常に父の背中を見て、追いかけながらやってきた記憶があるので、唯一憧れる存在は父親だと思っている。と回答しています。さらに自身のインスタグラムでは、父に右手で支えられた幼少期の写真とともに、父の日、一日遅れたけどここまで強くしてくれて最高の舞台に連れてきてくれてありがとう、夢見る景色へ、未だ見ぬ景色へとメッセージを添えたこともありました。フォロワーの反響が大きかったのは、井上選手が右手人差し指を出しナンバーワンポーズと決めている点。赤ちゃんの頃からすでに俺が世界ナンバーワンだとおっしゃっていたんですね。指が勝利された時と一緒、最強親子などの声が上がっていました。最近になって出演したフルボー井上直哉チャリティーイベントでも、井上選手が尊敬している人はという質問に対し、僕が尊敬している人は僕自身、唯一超えられない存在と考えている父です。ボクサーの実績としては父を超えていますが、それでもなお父の背中はいつまで立っても大きく感じますと答えています。直哉選手と慎吾氏の固い絆がうかがえますよね。フルトン戦で圧倒的勝利を収めた後も、慎吾氏は先のことを考えるよりも一戦一戦を大事にという心構えでやってきた、一つ一つクリアしていったら結果がついてきた、それが今につながっているとしみじみと振り返りました。またああいう内容なので、もちろん100点でいいと思います。まあ安心っていうのはないですけどね。ラウンドラウンドアドバイスを考えて送らなければならないので、試合中には余裕はない。100点というのも普通に言ったら確かにそうなんですけど、今後につなげるという意味では試合中に指摘したこともいくつかあるんで、それを考えるとやっぱり5点、10点ぐらいは引かしてもらわなきゃかなとも思います、とフルトン戦の試合内容を解雇。それでも
試合前から息子の勝利を確信していたというシンゴ氏、今まで戦った中ではトネアワンが一番苦戦したと思うんです。目をカットしたりとか途中でポイントを取られたりとか、でも今回はそういう展開にはならないよと周囲には話していました。楽ではないけど普通に勝ちますよと。なので自分では思い描いていた通りの勝ちだったと思います。油断になるのが良くないので直也には伝えませんでしたけど、もちろん2団体統一チャンピオンですから侮ることはなかったですが、個々の要素を比較してスピードにしてもパワーにしても大幅にではないとしても全てで上回っていると思っていました。唯一あえて懸念材料を挙げるとすれば懐の深さですが、そこも直のステップインでなんとかできるだろうと。また試合前から頻繁指摘されていた体格差について記者の方には言ってたんですけど、同じ階級同じ条件で戦うんですから、そもそも体格差っていうのはないはずなんです。同じ条件で戦うのだから単純に強い方が勝つ、そう思っていたから体格差の不安はなかったですと振り返っています。さらに慎吾氏は技術戦になるだろうと思ってました。その技術で1ラウンドの開始から勝ったので試合は安心して見ることができました。ナオが全部見切っていましたから、フルトンのパンチはナオに届かなくてナオのパンチだけが入っていた。なので完璧に主導権は取れたなと。ただ安心して気を抜いた時にこそ痛い目に遭うので、1ラウンド目が終わって戻ってきた時には調子がいいからといって絶対に気を緩めるなよと言いました。そのことはその後のインターバルでもその都度釘を刺しました。とか以降また1ラウンド目に飛び出した井上選手の L 字ガードについて、あれは練習してました。フルトンがジャバーなのでそれに対抗してこちらがよりシャープなジャブを出して主導権を取るためです。最初のパンチの交換でパンチ力の差を感じたのではないでしょうか。直也のジャブは強いんでガードの上からでも威力がある。戦前フルトンは自分の方が体が大きいと直を過小評価したようなことを言っていたじゃないですか。でもパンチは強いしクリンチで揉み合いになった時にも直のフィジカルの強さを感じてパニックになったんじゃないでしょうか。結局フルトンはアウトボクシングをしなかった。あれも初っ端からジャブの差し合いで負けたので1回直の勢いを止めるためには出て行かざるを得なかったんだと思うんです。その時点で一歩リードできたと思いました。向こうが焦り出したのが手に取るように見えたのでと話しています。2ラウンド目以降井上選手は自分のペースを握り試合を完全にコントロール。しかし慎吾氏は2から4ラウンドの終わりにはまた気を引き締めろよと言いましたと話し、次のように続けます。5ラウンド目フルトンが巻き返しを狙って出てきて少し不用意なパンチの受け方をしました。その時も軽いパンチでも相手のパンチを受けると向こうが調子づくから絶対に被弾してはいけないんだよ。顔面は無論極力体でも受けない、極力ステップやスウェーで空回りさせる、そのことをずっと言ってました。5ラウンドや7ラウンドに攻め込まれたのはナオがちょっと気を抜いたからなんです。やっぱりほんの少しでも気を抜くとフルトンはそこを見逃さずについてきました。それが怖かったので攻めさせるということは考えたことはなかったです。あくまでもこちらが主導権を握って攻め続けようと、そのことは口を酸っぱくして言いました。フルトン選手が得意とするクリンチに関しては早い段階で問題ないと思ったという慎吾氏、彼は6ラウンド開始前井上選手に今度フルトンがクリンチに来たら振りほどかないで付き合っていいよと伝えていたと言います。ポイントはこちらが取っているのでホールドしても向こうが時間がもったいないだけ、それにクリンチに付き合ってくっついていればこちらは休めるじゃないですか。だから無理にクリンチを振りほどこうとして体力を使う必要はないよと言いました。あの流れであのようにダメージを蓄積させたのだから、あの段階では判定まで行くという考えはなおにも自分にもなかったです。フルトンは本当だったら途中でアウトボクシングを入れたかったんだと思うんですよ。でもそれをやってもなおに捕まるだろうというので結局どっちもできなかったんじゃないでしょうか。クリンチにしてもメイウェザーのようなボディーワークをやられたらなおでも捕まえることはできなかったでしょう。でもフルトンの技術はそこまでじゃなかった。意外と持ってる引き出しは多くなくて、なおとも練習の時から結構雑なところもあるよねと言っていました。8ラウンド目に訪れたダウンシーンに関してはあれはいつも練習しているコンビネーションの一つです。それがあそこでドンピシャでハマった。まっすぐにではなくあえて肩越しに打つ、それが一番ナチュラルに出しやすいしタイミングが合うとその方がパワーが増すんです。一瞬の隙も逃さない、なおの凄みを自分も感じました。格闘技ですからやはり本能は大事です。考えるというより一瞬一瞬のひらめきでパンパーンと動く、そんな野生味と言いますかと話していました。そんな最強タッグ井上親子が次に見据えるのは2階級目となるスーパーバンタム級での主要4団体統一。先ほど紹介したチャリティーイベントにて井上選手はタパレスとの交渉はうまく進んでいるという話を聞いていると笑顔で語り、スパーリングはまだ1回くらい、ここからパートナーを絞っていって詰めていくと話しました。子供たちから次の試合に勝ちますか
とのストレートな質問を受けた際にはしっかりと勝てるようにこれから練習をすごく頑張りますと伝えていました。また11月には弟の拓磨選手の世界戦も控えている現状に触れ、試合が続きますが今年の井上家の集大成としていい結果を残していい形で来年を迎えたいですと意気込みを語っています。いかがだったでしょうか。今回はモンスター井上尚弥を育て上げた父慎吾氏が語る井上尚弥の原点をご紹介してきました。ボクシングのみならずあらゆる面で息子を指導してきた慎吾氏、今やこの親子2人の絆は切っても切り離せないものになっています。次のタパレス戦でもその強さを遺憾なく発揮してくれることでしょう。チャンネル登録高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいと因縁を作った悪道ルイスネリ選手に勝利し、さらにその知名度を高めた井上尚弥選手、あまりの無双状態に次戦の対戦相手さなしが難航する中、元 WBA ライト級王者の畠山貴教氏がモンスターにとある言葉を放ったといいます。というわけで今回はこちらの話題に触れていきましょう。井上選手の次戦についても深掘りしていますので、ぜひ最後までお付き合いくださると嬉しいです。それでは見ていきましょう。 YouTube チャンネルぶっちゃけチャンネルに出演した畠山氏は、まず井上選手と9月に対戦予定だった IBF WBO 同級1位サムグッドマン選手が7月の試合を優先し年末の対戦を希望したことに関して、本来なら世界戦4団体統一のチャンピオンに挑戦できるチャンスなんですけど、それを伸ばしてくれって言うんだからどう見てもビビったようにしか見えないとコメント。その上で彼はこういうことを言うと誤解があるかもしれないけどと前置きしつつ、やっぱり歴史に残るチャンピオンってライバルがちゃんといる。昔の80年代だったらレナードとかハムラーとか一応実力が拮抗してた。井上チャンピオンがかわいそうなのはちょっと強すぎてライバルがいないっていうのが、とにが笑いしました。さらに今まで年に2試合しかやってなかったし年3回別にやる必要ない、世界戦なんて年2回で十分、試合は見たいけどどうせ井上選手勝つんでしょう、簡単に勝っちゃうんじゃないのってなると興味も薄れちゃう、やっぱりと持論を展開しました。また改めてネリ戦を振り返った畠山氏は、初回は珍しく熱くなってた、初めて勝っているくらい、何がすごいかってやっぱりダウンした後の冷静さ、ちょっと考えてることが異次元すぎて、普通ダウンした時のこととか考えますか、あんな強いチャンピオンが、だから本当にもう抜かりがないと絶賛。畠山氏は都内の東新アリーナで行われたスポーツイベントの隅田ボクシング2024年に出席した際もモンスターについて、同じチャンピオンの中でも別格、実績全てあの階級で倒して勝つのが当たり前になっている、異次元だよと発言。現在日本には世界王者が10人いますが飛び抜けた存在であるとしていました。昨今多くの王者が誕生している理由については、小学生中学生からボクシングを始めて技術が高い、我々の時みたいにやんちゃなのがボクシング始めてというのとは違うと、全体のレベルが上がったことで世界と戦える選手が増えたと分析。また日本を含め世界的に連秒失敗が増えていることに、横着1、2日で水抜きして4、5キロ落とそうとしている、我々の時はなかった、地道に落とす我々のやり方が正しかったということ、と警鐘を鳴らしていました。少し話がそれてしまいましたが、現在問題となっているのは井上選手の次戦です。ネリ戦後観戦に訪れていたグッドマン選手をリング上に呼び出し、9月頃隣にいるサムグッドマンと防衛戦の交渉をしていきたいと思いますと呼びかけ、グッドマン選手も自分もベルトが欲しくてここまで戦ってきた、やりましょうと応じ、両者は対戦するものと思われていました。ところが先日にオーストラリアのメディアがグッドマン選手が7月に次戦を行うことが発表されると報道、試合間隔を考えると9月に対戦することは難しくなったのです。これについて井上選手はボクシングあるあると受け入れながらも、リング上での呼びかけは試合前に聞いていた話と誤解がありまして、交渉して9月と勘違いしていました、僕が先走ってリングに荒れちゃったんですよ、そしたら全然違った特賞しながら説明していました。その後井上陣営は急遽方向を転換し、結果的に元 IBF 世界同級王者のテレンス・ジョン・ドヘニー選手との対戦が内定。ドヘニー選手は2018年8月 IBF 世界スーパーバンタム級王者だった湯浅亮介選手に指名挑戦者として挑戦して3対0で判定勝ちし、世界初挑戦で王座を奪取しました。2019年4月には WBA スーパー王者との統一戦で敗れ王座陥落を喫したものの、直近3試合は全て大橋事務主催興行で全て TKO 勝ちを収めています。前線は井上選手と同じ東京ドーム興行に出場し、同級8回戦でブリルバヨモス選手に4回 TKO 勝ち、ネリ選手が試合に出場できなくなった場合には井上選手に挑戦するというリザーブ選手を務めました。では次戦はドヘニーで決定か
と思われた矢先、 WBA から突然の指令が舞い込んできます。同団体は井上選手に対し、同1位のムロジョン、アフマダリエフ選手と9月25日までに対戦するよう通告、交渉期限を7月14日とし、合意に達しなければ入札とすると公表したのです。彼は昨年4月、マーロン・タパレス選手に敗れるまでは WBA&IBF 世界スーパーバンタム級王者に君臨し、井上選手自身も興味があると対戦希望を口にしてきた相手候補の一人です。もっとも挑戦権を持つ選手との指名試合は9ヶ月以内に消化しなければならないというルールが以前から定められています。そのためWBA の発表そのものに問題はありませんが、あまりの急な公表には違和感を抱かせますよね。井上選手が指名試合を拒否すれば王座剥奪の可能性もありますが、所属ジムの大橋秀幸会長は一度4団体統一したし保持にはこだわらないと返上の可能性も示唆しています。また彼は今回の通達を受け、次戦はある程度方向性が決まっている、ここからやり直すのは厳しい、今後も4団体の指名試合を全て行っていくのは難しい、ベルトの返上も考えていかないといけないかもしれないとコメントしました。ただし井上選手は WBA スーパー王者のため、過去の事例から指名試合の期限を18ヶ月に延長することができると見込まれ、大橋会長は WBA に確認し、可能なら延長を希望する意向を示したといいます。その次にアフマダリエフと試合をしてもいいんだけど、ダメなら王座を剥奪されてもしょうがない、とりあえず返上はしないと、12月に予定している次々戦でアフマダリエフ選手と対戦する可能性はあるとしました。ただ IBF や WBO も指名試合を指令してくる可能性が高く、グッドマンとどっちになるかわからないとコメント。また突如出された対戦指令に SNS やネット上では、井上のベルト返上は見たくないな、あまりにタイミングが悪すぎる、ドヘニー戦よりムロジョン戦が見たい、正直試合をするならアフマダリエフの方がいいな、グッドマンが逃げたから仕方ないな、 MJ と井上戦は楽しみと対戦を望む声が多く書き込まれていたそう。その一方でタパレスに負けた、アフマダリエフとやる意味がない、強い相手がいないのでフェザー級に上げてほしい、 WBA のベルトは返上しちゃえ、どうせ圧勝するよとの意見も出ており、井上選手側の決断が注目されています。ドヘニー戦がほぼ決まりかけていた中で突然飛び込んできた今回の指令、すでに両陣営には通達したと断じる WBA は9月25日をリミットに制定、ここまでに王座戦が実現されなかった場合にはモンスターからベルトを剥奪される可能性を示唆していると言えます。団体からの突然の指名によって王座返上を余儀なくされる例は決して少なくありません。昨年11月には世界ウェルター級4団体統一王者テレンス・クロフォード選手が IBF の暫定王者との団体内統一戦の義務を果たさなかったとしてタイトル剥奪を命じられました。無敵の井上選手の決断は今後のタイトル戦線にも影響するだけに、早くも注目は高まっています。そうした雰囲気をつぶさに感じ取ったアフマダリエフの陣営も対戦実現に意欲的です。彼のプロモーターを務めるイギリス興行大手マッチングルームボクシングのエディ・ハーン氏は自身の X で、怪物にとって今の階級で最もタフな試合であることは間違いない、122ポンドに残っている真の試合はこれしかない、トレント、両雄の写真も公開し、交渉に前のめりな態度をあらわにしているといいます。今や世界最強と言われるモンスターの動向はボクシングの本場でもつぶさにリポートされている様子。米専門メディアボクシングシンスは、近しい2人の関係者による情報として、井上選手が9月の指名試合を辞退する方針であると報道、ドヘニー戦を優先する意向であると伝えました。両陣営の思惑を分析する同メディアは、本拠地である日本での試合開催を求める井上側に対し、アフマダリエフ側が求めたとされる要望をすっぱ抜いています。アフマダリエフのマネージャーを務めるワディム・コルニーヨフは、9月にウェンブリースタジアムで開催される興行での対決ならば非常に興味があると関心を示していた。しかし WBA がアフマダリエフと対戦する要命令を出した数時間後に、米国人プロモーターのボブ・アラム氏が提案を拒否。アラム氏が、アフマダリエフは無名のファイターだとも批判したいが、井上が日本での試合を求めているのは明らかだ。アフマダリエフ陣営が参戦を希望したのは9月21日に行われる IBF 世界ヘビー級暫定王者ダニエル・デュボア選手と、元世界ヘビー3団体統一王者アンソニージョシュア選手によるタイトルマッチがメインカードとなる興行でした。最大収容人数9万人を誇るウェンブリースタジアムを舞台とした一大興行は、サウジアラビアの王族で娯楽庁長官でもあるトゥルキアラルシク氏がバックアップ、出場選手に与えられる収入も相当なものになると見込まれ、ハーン氏がプロモートするアフマダリエフ選手がこだわったのも想像に難くないですよね。しかしボクシングシンスも伝えていたように、井上選手の共同プロモートを行っている米興行大手トップランクのアラム会長はこの状況に黙っていませんでした。百戦錬磨の名プロモーターは、
A ボクシング専門メディアボクシングニュースで、井上は日本にとって特別な存在なんだ。だから持っているベルトが4本でも3本でも特別な存在であることに変わりはないと強調。その上で発表後に自身の SNS で、やろうぜチャンプと強気な振る舞いを見せた本人を含めたアフマダリエフ陣営に釘を刺したのです。可能性はない。アフマダリエフ、それは誰なんだ。誰も彼のことを聞いたことがない。井上がウェンブリーで無名な男とやることはない。昨年タパレス選手に敗れるまで WBA&IBF の2団体統一王者だったアフマダリエフ選手を無名の男と言ってのけたアラム会長。かつてモハメド・アリ氏やマニー・パッキャオ氏のプロモートを行ってきたレジェンドにしか言えない刺激的な言葉ですね。ただアマチュア時代にリオデジャネイロ五輪に出場し銅メダルを獲得した名手を軽んじるような発言はアフマダリエフ選手の母国で波紋を呼んでいると言います。ウズベキスタンのスポーツサイトスポーツ .uz のジャロル・アクメドフ記者は X で、最速の統一世界王者であるアフマダリエフは無名と言われ、片や井上はドヘニーと戦うことになる、意味がわからないと投稿。さらに彼は正当な挑戦者としてこのチャンスを得たんだ。井上がどういう計画を持っているかは関係がない。アフマダリエフは自分の道を進み、与えられた機会で番狂わせを狙おうとしている。なぜそれを意思とされないのかと続けたのです。また今年1月に米メディアファイトファイプのインタビューに応じたアフマダリエフ選手は、俺たちに試合のオファーがあればなるべく早く受けるつもりだと公言。俺は井上の活躍を尊敬し感服している。ビッグパンチャーで爆発力があり、とても優秀なのは間違いない。ただ俺が暴ける弱点もありそうだとも語っていました。井上選手がスーパーバンタム級に転級した際には、スティーブン・フルトン選手と比肩される2大ライバルとして語られた MJ。 タパレス戦も僅差の判定による敗北で明らかな形で敗れたわけではないといえます。さらに当初9月に井上選手と対戦予定だったグッドマン選手と実力を比較し、アフマダリエフ選手が格上と見る向きもあるのです。元米スポーツ専門局 ESPN の記者でジャーナリストのスティーブ・キム氏は X で、私はアフマダリエフとの試合はモンスターにとってスーパーバンタム級で最も過酷になると見ている。井上はこれで3試合連続のサウスポーだ。もしも彼がアフマダリエフを倒せば、本当にこの階級のライバルを一掃したと言えると断じています。米ボクシング専門メディアボクシング247も、井上にとってアフマダリエフは厳しい相手になるかもしれないと指摘。そしてスーパーバンタム級にいるほとんどの選手もそうであるように、アフマダリエフも井上と対戦することになれば、アフマダリエフはかなりの苦戦を予想される中でリングに上がることになるだろう。しかしこのウズベキスタン人選手は打撃もできるし、確かな技術もある。判定で負けたタパレス戦も彼が不当な扱いを受けたと多くの人が感じていたと評します。元世界王者の実力を評価した同メディアはネリ戦で喫した初ダウンを紹介。ネリ戦で井上は見事な挽回を見せたが、アフマダリエフは、ああ井上も人間なのかと無敵の男が倒される兆候として見たはずだと伝えています。そして世界のあらゆるボクシング情報を配信している専門サイトバンドフックは、 WBA は名古屋の上に9月25日までに元統一王者のムロジョンアフマダリエフとの対戦を命じたと速報を打ち、井上陣営がどんな決断を下すのか熱い視線を注いでいるといいます。記事を執筆したパトリック・スタンバーグ氏は、全 WBA&IBF 世界スーパーバンタム級王者であり、13戦12勝1敗のアフマダリエフは昨年マーロンタパレスに衝撃的な逆転負けを喫した。だがその8ヶ月後の復帰戦では無敗のケビン・ゴンサレスを粉砕し復調を証明したと記し、グッドマン選手よりも井上選手が標的とするべき対戦相手だと強調しています。加えてアフマダリエフは、井上がまだ手をつけていないスーパーバンタム級のエリート中のエリートである、マッチメイクが30日以内に決着をつけられるかどうかだが、果たしてと続いカード実現に期待を寄せています。加えて第40代日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏は、今回の通達に対し、俺的にはよく言った WBAファンとして思うと話し、なぜならグッドマンよりもドヘニーよりもアフマダリエフとの試合を見たい、むしろナイスと説明。そしてパウンド4パウンド上位選手は、4団体のベルト全て持っている必要はないと言い、井上尚弥から WBA のベルトが取られたからといってスーパーバンタム級の最強は明らか。ベルトがなかったとしても井上尚弥と対戦する試合が最強決定戦になると持論を展開したのです。細川氏は、ドヘニーは大橋ジムと友好関係だと思うし、ここに来てアフマダリエフとの指名試合が来たので、ドヘニーとはできないはちょっと不義理だと思うと大橋会長の意見に共感しました。さらに、
ここはファイトビジネスの難しいところ。ドヘニーからアフマダリエフに変更した方が注目度も上がると思うから、工業的な問題ではないと思う。なんで切り替えることが難しいのかは大橋ジムしか知らないことになると思う、と語ります。またスーパーバンタム級のラスボスの一人だから面白い試合になると思う。日本人だけが喜ぶ試合じゃなくて、世界から見て井上尚弥が負けるかもしれないというマッチメイクが見たいよね、と井上 VS アフマダリエフの実現を楽しみにしていたようです。元 WBC 世界フライ級王者内藤大輔氏の YouTube チャンネル内藤大輔のチャレンジします。出演した元 WBA 世界スーパーフェザー級スーパー王者内山隆氏は、サム・グッドマンじゃもう俺は全然面白くない、グッドマンは上手いタイプで雑なところがあまりなく、パンチ力も別にそこまであるでもなく、井上尚弥の一番格好の餌食、ネリは雑な部分があるからやりづらかった部分もあるけど上手いタイプじゃ無理、ときっぱり断言。これには内藤氏も、俺も試合見たけどグッドマンが勝つイメージが全く湧かない、とうなずきます。また内山氏はドヘニー選手についても、グッドマンとドヘニーだったらドヘニーの方がまだ面白いかなと思うけども、まあどっちとやってもな、と触手は動かず。そしてだったらカシメロの方が強気なイケイケの部分、雑な部分がある。まだカシメロは練り寄りのタイプ、最初から臆してやっちゃうと絶対にダメ、俺のパンチで倒しに行ってやるぜぐらいの気持ちじゃないと絶対に勝てない、と問題児の名前を挙げました。ただ試合展開の予想を求められると、カシメロはおそらく自分から手を出していくけども、結局井上のパンチをもらって歴史とズバリ。最後に今後に見てみたい相手を問われると、今思うのは中谷潤人選手とか、日本人だったら最有力かな。体格的に結構大きいんでね、パンチもあるし、いろんな角度から打てる、技術も高いので、と WBC 世界バンタム級王者を指名したのでした。また別のレジェンドボクサー、元 WBC 世界スーパーフライ級王者川島敦氏と、元 WBA 世界ライトフライ級王者具志堅用高氏も YouTube チャンネル具志堅用高のネクストチャレンジに出演し、モンスターの今後の対戦相手について意見を交わしています。川島氏は井上選手の対戦候補に上がるグッドマン選手について、アグレッシブに攻める選手なんですけど、ちょっと隙がパンチをもらうかなと、ディフェンス面で弱いと分析。次戦で有力視されるドヘニー選手にも、サウスポーで基本に忠実なボクサーだと思うんで、ちょっと僕の考えでは敵ではないのかなと、とやはりこちらも井上選手が圧倒的有利との見方を示しました。また元3階級制覇王者のカシメロ選手については、一番意外性がある、パワーがあって、どこからパンチが飛んでくるかわからない、ちょっと読みづらい選手としながらも、危険性があるのはカシメロかなぐらい、それぐらい力の差はあると実力差を指摘します。こうなると周辺で強まるフェザー級転向論が頭をもたげてきますが、具志堅氏はまだまだフェザーはないと思います、ときっぱりして、川島氏も本人が一番分かってますよね、どれぐらいが一番適応しているのか、フェザーかちょっとね、体の背の高さとかはあるので、スーパーバンタムが一番いいのかなと思いますけどね。しばらく無敵を示した上でフェザーに行ってほしい、まだまだスーパーバンタムでやってほしい、と限界級への残留を指示しました。その上でこの2人もモンスターと釣り合う、好敵手に WBC 世界バンタム級王者中谷選手を指名。具志堅氏は、中谷くんはスーパーバンタムでも大丈夫、2人がスーパーバンタムで対決したら面白いけどな、やらないかなと熱望し、川島氏も中谷選手は上手いですよね、面白いと思います、スーパーバンタムでやってほしいですね、いいカードと頷いたのでした。また具志堅氏は、中谷は強力なライバルになる、うんなると思いますね、中谷さんはそうと距離を取ってボクシングをするんですよね、それを直哉チャンピオンが捕まえられるか、パンチ力は全然井上尚弥の方がありますから、中谷さんみたいなタイプは入ったり足を使うから今までにない選手だと思う。井上チャンピオンは今までのチャンピオンと戦った時は動きが速くない相手だと思うんですよ、だからすぐ捕まえた、今までにない強敵僕は感じますね、と好勝負を期待します。さらにスーパーバンタムで中谷さんと井上尚弥チャンピオン同士を来年は見たいねと改めて熱望した上で、中谷さんがバンタムの4つの団体のチャンピオンになる可能性も高いし、それを先にする可能性もある、それが終わってスーパーバンタムでやる、これだったら東京ドームでも大丈夫と、4団体王者同士のビッグマッチとなる可能性も指摘。勝敗予想については、中谷さんはスピードがあるから試合をしてみないとわからないと話すにとどめていました。いかがだったでしょうか。今回は畠山氏が放った井上選手に対する一言についてご紹介してきました。皆さんの意見もぜひコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本、私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。